한국 일본어 교육 연구회가 공동으로 주최하는 제11회 전국 고등학생 일본어 스피치 대회를 시작하겠습니다. 오늘 사회를 맡게 된 한국 일본어 교육 연구회 사무국장 김혜영입니다. 인사드립니다. 이번 대회는 코로나19라는 위기 상황에도 불구하고 온라인으로 대회를 이어오다가 2019년 이후 3년 만에 현장 대회로 진행하게 되어 정말 감격스러운 마음입니다. 하지만 여전히 코로나19 감염 우려가 남아있고 11월 17일 다음 주 목요일이죠. 대학 수학능력 시험을 앞두고 있습니다. 모두가 조심스러운 상황 가운데 현장에서 진행되는 대회로 국가 방역 수칙에 따라 안전하게 진행될 수 있도록 협조 부탁드립니다. 장례에서는 마스크는 꼭 착용해 주시고 음식물 섭취는 자제 부탁드립니다. 또한 이동 중에는 질서 유지에 더욱더 신경 써주기를 부탁드립니다. 본 대회는 그동안의 기량을 학생들의 성장을 마음껏 발휘할 수 있는 교육의 장으로서 일본어 교육의 성과를 확인하고 앞으로의 교육의 방향을 제시해보고자 합니다. 오늘 이 자리에는 일본어 교육 관계자분들과 일본어 교육을 위해 어려운 상황 속에서도 최선을 다해주시는 우리 현장의 선생님들, 그리고 학부모님들, 그리고 무엇보다도 미래의 희망인 소중한 우리 학생들이 함께하고 있습니다. 대회이지만 한 명 한 명 발표할 때마다 모두가 한 마음이 되어서 응원하는 마음으로 발표에 귀 기울여 주시기를 부탁드립니다. 현장 진행 중에 문제가 발생하더라도 학생들의 발표에 지장이 없이 신속하게 대처하도록 최선을 다하겠습니다. 장시간이 되겠지만 마지막 참가자의 발표까지 경청 부탁드립니다. 지금부터 본 대회를 주최한 기간에 대표 여러분의 인사 말씀이 있겠습니다. 먼저 주 대한민국 일본 대사관 공보문화원 원장이신 추카즈 원장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일본문화원장 추조입니다. 중국 고등학생 일본어 스피치 대회 본선 출전으로 축하합니다. 여러분도 긴장하고 있습니까? 네. 저도 좀 긴장하고 있어요. 왜냐하면은 제가 원장으로 한국에 온 지 2년 동안 코로나19로 인해 온라인 교재였습니다. 오늘은 3년 만에 대면식으로 교재하는 것으로 직접 여러분의 스피치를 들을 수 있는데 긴장도 하고 있으면서 깊게 생각하고 있습니다. 코로나19로 어려운 시기에 열심히 일본어를 공부를 하고 열심히 스피치를 연습을 하고 오늘 이 무대에 와주신 학생 여러분, 그리고 그것을 지도해 주신 선생님 여러분, 그리고 학생의 공부와 연습을 응원해 주신 가족, 친구 여러분의 진심으로 감사 말씀드리겠습니다. 또 여기서 오늘은 유튜브로 중계하고 있죠. 유튜브로 응원하고 있는 친구들도 감사합니다. 또 이번 대회 개최를 위해서 써주신 과학연습회장님을 비롯한 한국 일본어 교육연구회 여러분, 그리고 대회 개최를 위해서 무르신 야면으로 도움을 주신 일본 국제교류기금 서울문화센터, 시사일본학원, 종일본콘수, 일본항공, 다크비공, 아이리스코리아, 기타 관계자 여러분에게도 깊은 감사를 드리겠습니다. 그럼 학생 여러분, 오늘은 경수의 공부와 연습의 성과를 후회 없이 마음껏 발휘해 주십시오. 파이팅! 감사합니다. 네, 감사합니다. 제가 엄청 긴장하고 있었는데 원장님께서 유창한 한국어로 이렇게 인사 말씀해주셔서 너무 감사드립니다. 네, 다음으로 한국일본어교육연구회 박영수 회장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 아, 이게 몇 년 만에 이 자리에 서는지. 사실은 대면 이후로 일본어교육연구회 회장 박영숙입니다. 먼저 인사드립니다.
코로나로인해서3년동안이자리를다시열었다고는하지만저희는코로나시기에도계속해서랜선으로여러분들을만나서전국곳곳에저희들의목소리를펼쳤기때문에대회가끊어지진않았었거든요그런데이자리에다시서니까원장님의말씀대로다시금저희가긴장도되고 아이들에게필요한건이렇게라이브직접적으로관중앞에서는거이런게얼마나필요한가다시금느낄수있었고리허설할때우리아이들을보니까적당한그긴장감이주는어떤아이들을키울수있는도전정신을다시제가엿볼수가있었거든요그래서이런자리가얼마나귀하고더많은이런대회를만들어서아이들에게희망과어떤도전의식그다음에나할수있다라는그런걸키워주는게우리어른들의자리할역할이지않은가라는생각을좀해봤습니다우선전국에서지역예선을거쳐서온학생들입니다이아이들은뭔가그지역의대표성을갖고와서전국대회라는본선에올라오게됐기때문에여기에올라온26명의학생들하나하나는지역성을띄고있겠죠그래서여러분들의큰박수또응원의어떤눈빛이나소리외침에의해서더잘하지않을까싶습니다평소에제가좋아하는말중에하나가이런말이있습니다우리가실패를두려워하지말라는얘기늘하잖아요실패는한번도없는실패가중요한게아니라실패를내가실패를당했을때어떻게일어나는지그이겨내는힘을키우는역할을우리가도와줘야되지않나라는생각을해봤습니다이대회를항상도와주시는공보문화원그다음에국제교류기금과다른기타여러기관들에게도저는늘도움이없이는어떤행사를할수가없습니다아무리우리가봉사를하고있는단체지만도움의손길이있어야우리아이들에게주어지는부상도줄수있고상장이든상품이든뭐또이번에는제네시스프로그램이다시이부활이돼서일본에갈수있는꿈아주큰부상이죠우리가늘꿈은꾸지만쉽사리내돈내고갈수있는곳이아닌곳에부상으로일본을갈수있는자리를다시금3년만에마련할수있다는것도되게기쁘게생각하고있습니다오늘여러분들우리아이들이끝까지대회를이어나갈수있을때까지자리를이석하지마시고함께해주시길바라는마음입니다이상입니다감사합니다네감사합니다네경고와응원의말씀감사합니다네우리학생들에게자신의기량을발휘할수있기를바라는응원의메시지가잘전달되었기를바랍니다자이어서오늘아주중요한분들입니다심사위원소개가있겠습니다네우선네주대한민국일본국대사관공보문화원추종하조원장님입니다다음으로한국일본어교육연구의친대회장을역임하신이동창고문님입니다일본국제교류군서울문화센터일본어교육어드바이저코바히로코님입니다시사인본학원상임고문김종욱님입니다한성대학교교양학부교수토미위원님입니다이상다섯분의위원님들께서공정한심사를주시겠습니다네다음으로멀리서응원차오셨습니다내빈소개가있겠습니다 한국일본어교육연구의3대6대회장을역임하신여성구고문님입니다충남일본어교육연구의최진영회장님입니다전남일본어교육연구의이세호회장님입니다오셨는데부끄러우신가보네요네현장에잠시안계십니다오셨어요네아그럼발표에앞서본선대회의진행순서를안내해드리겠습니다발표는3부로나누어진행됩니다총26명의26명의발표자가있습니다1부는1번에서9번까지발표후에15분간휴식을하고2부는10번에서18번까지발표후15분간휴식하고3부에는19번부터마지막26번발표자까지발표후에30분간의휴식을갖도록하겠습니다30분의휴식동안에
심사위원님들의 수상자 선정 합의가 있고 결과가 나오면 심사 당평 후에 결과를 발표하도록 하겠습니다. 다음으로 심사 기준입니다. 자, 심사 기준은 이미 공지해 드렸던 것과 같이 발음 악센트 10점, 일본어의 정확성 10점, 스피치 태도 10점, 표현 능력 20점, 내용 및 구성 20점, 테마의 선택 10점으로 80점 만점을 기준으로 공정하게 심사해 주시겠습니다. 그리고 다음 사항을 꼭 주의하여 주시기 바랍니다. 스피치 시간은 5분 내외이고 발표 시간을 미달하거나 초과하는 경우에는 30초마다 1점 감점됨에 유의하여 주시기 바랍니다. 동점자의 경우에 내용 및 구성 점수가 높은 발표에 우선순위를 부여하도록 하겠습니다. 마지막으로 발표에 들어가기 앞서 다시 한번 확인차 안내드립니다. 발표 시 발표자는 마스크를 벗고 발표 후에 바로 마스크 착용을 하는 등 방역수칙을 정확하게 잘 지켜서 발표 부탁드립니다. 그리고 5분 내외 스피치 원칙임을 인지해 주시기 부탁드립니다. 네, 그럼 지금부터 본선 대회를 시작하겠습니다. 정말 떨릴 것 같은데요. 네, 1회 첫 번째 발표자입니다. 멀리서 오셨어요. 전남 순천고등학교 2학년 이승준 학생입니다. 발표 제목은 어머니의 고고로이며 우리 말로는 남을 생각하는 마음입니다. 부탁드립니다. 皆さん、こんにちは。皆さんは、ヴィーガンという言葉を知っていますか？菜食主義者を指す言葉です。この人たちが菜食をする理由は、健康と動物を保護することです。しかし、極端なヴィーガンたちが菜食を強要することが起きているのも事実です。ヴィーガンの中には、肉食をする人々を非人間的な野蛮人と見る人もいます。また、肉食をする人々を非難し、ファストフードなどの食堂街で、障害をする人々に損害まで与えています。いくら自分の考えが正しいと思っていても、それを他人にまで強要するのはどうなのでしょうか？私は、このヴィーガン問題について、考えを掘り下げるほど彼らの偏見と自己中心的な信念について疑問を持ちました。そして私たちと近い国の日本ではこのヴィーガン問題についてどう思うだろうかと、私には仲良くしている日本人の友人がいるため彼に聞いてみました。答えはこうでした。人はそれぞれだろうけど、そんな極端な人はちょっとわからない。日本では、たとえ自分がヴィーガンだとしても、それを他の人にまで無理強いしたりはしないかも、と。私はこの答えに興味を持ち、もう少し調べてみることにしました。その結果、日本にヴィーガンが少ない理由は何ですか？というトピックで、討論をしたものがあり、その多数の意見が、日本人は自分だけ特別と思われたり、レッテルを貼られたりするのは嫌だからとか、給食や会食などの食を共にする場で、自分がヴィーガンといえば人に気を使わせてしまうからなどの意見がありました。このような意見をして、私は日本語の思いやりという言葉を思い出しました。友人に聞いた話では、日本では相手の立場に立ってものを考えるようにと小さい頃から教えられるそうです。私たちもやはり他人の意見や人格を尊重し、自己中心的ではなくお互いを認めて理解し合う文化が定着してほしいと思いました。ヴィーガンであれ、肉食主義者であれ、自分たちの主張だけを正当化して、相手を否定するようであれば、
理性を見る目は閉ざされます。自分たちと思想や理念が違うからといってけなしたり非難するのではなく、思いやりの心を持って配慮する姿勢も大事なのではないでしょうか。こういった信念が何よりも大切な韓国の資産になっていけばと私は主張します。ご清聴ありがとうございました。네감사합니다네첫번째발표하면서엄청긴장을하셨을텐데또박또가다른사람을배려하는마음에대해서너무발표를잘해주셨습니다네이어서두번째발표하겠습니다두번째발표자는강원외국어고등학교2학년김예지학생입니다네발표제목은한국부터일본어의료体制이며우리말로는한국과일본의의료체제입니다네발표부탁드립니다みなさんこんにちは。강원外国語高等学校2年の김예지と申します。2019年11月中国から始まった新型コロナウイルスが3年間引き続いています。これによって中国の時医療関係の仕事に携わっている母の影響で医療に関する仕事をするのが夢だった私はもう一度医療に興味を持つようになりました。新型コロナウイルスの流行で世間が熱くなり、すべてのニュースがこの話題について話している時、私は世界各国がコロナウイルスに対してどのように対応しているのかについてのニュースを見ました。日本語を学んでいる身として日本の医療体制はどうだろうと気になった私は母に、お母さん、日本の医療体制はどうと聞きました。そしたら母はとても優れているよと答えてくれました。その話を聞いて少し調べてみたら、日本は長い平均寿命と優れた医療体制を実現するのに成功して国際的に高い評価を受けていました。その秘密は一体何なのか、今から私が紹介します。日本の医療保険制度は日本の国内総生産が他の国に比べて低いにもかかわらず高い水準の医療体制を提供しています。これが一番大きい理由でしょう。日本のさまざまな医療保険の中でも私が紹介したいのは、高齢化による高齢者のために別の医療保険制度を作ったことです。今韓国は高齢化が急速に進んでいるので医療費に対する本人の負担が増えています。それに対し日本は別の制度を利用し本人の負担を維持しようとしています。また韓国は全てが医薬不分業なのに対し日本はそうではないということをご存知でしょうか。日本では簡単な薬を病院で作ってくれます。それに薬局で薬を作る場合、薬をどれだけ処分したか、副作用は何なのかなどの説明も書いてあります。この理念は薬局や病院で薬の説明を聞けなかった時や後で家で偶然薬を見つけた時でもどのような症状に服用できるのかがすぐに分かることです。そして日本では基本的にお薬手帳というものを持って通います。これは現在本人がどんな薬を服用しているのかを記録する用途で、これに関するアプリケーションもあるそうです。理由は次回病院に行くときに同じ副作用を経験しないためです。その上健康保険証を提出しないと医療の恩恵を受けられません。ここまで日本の医療体制について話しましたがいかがでしたか。固い内容の主題でしたが、このウイルスが話題のこの時にふさわしいと思いました。現在世界で
新型コロナウイルスに対して適切な判断ができなかった国々の問題点が見つかりました。例えば1日に収容できないのと多くの患者が発生したときどうしたらいいのかという問題があります。ですがこの期間を元気に過ごし、この新型コロナウイルスの経験を生かして、そのような問題点を解決すれば、世界的に医療体制がもっと良くなるのではないでしょうか。これで私のスピーチを終わります。ご清聴ありがとうございました。네、先生、감사합니다。네、医療체制의중요성에대해서진지하게발표해주셨습니다。네、세번째발표자입니다。충무청주중앙여자고등학교 1학년 김서윤 학생입니다. 네, 발표 제목은 람바떼 지브리이며 우리 말로는 히말레 지브리입니다. 네, 발표 부탁드립니다. 안녕하세요.私は今日世界的に愛されているジブリについて話してみたいと思っています。私は日本語の勉強を始めた時からジブリの作品にたくさん助けられました。日本語の勉強のためにジブリに出会って、ジブリのいろんな作品を見ているうちに、知らず知らずジブリという世界にハマってしまったのかもしれません。特にジブリの演出とサントラ、そして見ていると心が温かく動画みたいな映画に惚れてしまいました。それでジブリのアニメはほぼ全部見ました。ここにいる皆さんの中にもジブリの作品を見た方がいるでしょう。きっと印象的な作品とか場面などがあると思います。私は天空の城ラピュタと魔女の宅急便が一番印象深く大好きです。特にラピュタはサントラも演出もとても良くて、私が大好きな作品です。ところで最近のジブリは昔ほど人気がないみたいで、私はすごく気になっています。それはどうしてでしょうか。自分なりに探してみたら、その理由はまさにジブリを継ぐ後継者がいないからだそうです。もともとジブリは宮崎駿監督の作品を制作するために作られたスタジオでした。しかし宮崎監督が年を取って、作品を作るソフトがどんどん遅くなり、他の新人監督たちと一緒に作業をするようになったそうです。そうしてジブリに入った新人監督たちは宮崎監督の弟子になりました。でもその弟子の中でジブリの後継者になるという人はまだいません。その理由は大きく2つに分けられます。1つ目は宮崎監督の性格のためだそうです。弟子たちの話によると、宮崎監督は演出についてはよく教えてくれていましたが、いざ一緒に仕事を始めるとなぜかアニメについてあまり指導してもらえなかったそうです。そして宮崎監督の才能があまりにも優れていたので、他の監督たちが頑張って作っても、それが注意されることが多かったそうです。二つ目の理由は、スポンサーの要求があります。スポンサーが宮崎監督だけを望んでいたため、もともと他の監督が引き受ける予定だった作品も、皆宮崎監督に変えられました。こうした理由で、宮崎監督は引退の取り消しを繰り返していて、ジブリは今も後継者がいない状況です。ハリウッドはこう言います。宮崎監督の演出を学んで他の会社に入った弟子たちの作品を見るのはどうだと
をはじめ、ジブリだけが持つ青春、ジブリならではの美しい絵、背景音楽など、ジブリだからこそ表現できるいろんなことがあると思うからです。ジブリは私が生まれるずっと前から存在してきました。そしてたくさんの作品を出し、残しています。だから私のようにジブリとの特別な思い出がある方が大勢いると思います。私にはささやかな願いがあります。それはジブリがいち早くいい後継者を見つけて、日本のディズニーが再び復活することです。皆さん、ぜひ私と一緒にジブリを応援してください。頑張ってジブリ。네감사합니다이거같이해주셔야되는데감사대지미 네여러분일본어다알아듣고계시는거죠아닌건가요감사대미나상네너무힘드세요네지금일본어를아시는분들도계시고지금부모님들이나또친구이렇게응원하러오신분들중에는일본어를못알아들으시는분이약간허공을바라보시는분들이계셔서제가응원합니다여러분 네, 네지금세번째예요23명이남았어요여러분힘내세요네자그럼네번째발표네전남여수여자고등학교1학년김소영학생입니다발표제목은코카이토아이며우리말제목은후회에대하여입니다그럼발표부탁드립니다みなさんこんにちは私は女子高校1年生김소연と申しますどうぞよろしくお願いしますみなさんはよく後悔をしますかもしそうなら今までどんな後悔をしてきましたか私はそそかしいミスも多いし決断力もあまりないのでなんであんなことをしたのかあああのようにしたらよかったのにあの人に会わなかったらなど本当に毎日たくさんの後悔をしていますすでに過ぎたことを後悔するのは良くないことだとは自分でも分かっています分かっていてもちょっとしたことにすぐ後悔してしまい友達や家族にあのようにすればよかったのにと言って後悔したことを喋っている自分がいますどうすれば後悔しないようになるでしょうか後悔しない方法を一人で探していたとき、東京タレラバ娘という独特のタイトルに惹かれて日本のドラマを見ることになりました。このドラマのタイトルにあるタレラバとは、もしあの時こうしていたら、もしこう言っていればと知ってかもし方がない話という意味で、このドラマは後悔を中心に扱っています。私とこのドラマのヒロインは似ている点があり、それは本当にたくさんの妄想と後悔の話をよくすることです。すごく私と似ていて、とっても共感でき、ヒロインがこうしたらよかったのにとヒロインの代わりにタレラバ言って感情移入しやすかったです。このドラマで一番記憶に残っているシーンは、ヒロインは間もなく仕事のためにアメリカに行くことになりました。そのストレスで本当は大好きな彼に八つ当たりをして傷つく言葉を言ってしまったシーンです。それはあんたに出会わなければよかったと心にもない言葉でした。タレラバ言いながら現実逃避するのことを一番嫌いな彼にとってその言葉は最も最悪な言葉でした。しかし彼女も自分が彼の前でまたタレラバを言ってしまったと気づいた瞬間、躊躇なく彼に謝ります。この前はひどいことを言っちゃってごめん。あんたに出会わなければよかったじゃなくて、あんたに出会えたからだった。タラレバを彼に帰ればいいんだよね。タラレバを下からに帰るなんて、こんな考え方、天才的じゃないですか？偶然初めて見た日本ドラマですが、笑いもあり、後悔についても深く考える時間もあり、何よりもすぐに後悔しない簡単な方を知ることができて、本当に良かったです。今後私はすでに過ぎたことを考え続けて、ああすればよかったのにと時間の無駄にする代わりに、タラレバを下からに変える方法で、こういうわけで私は良かったと思う人生を生きていこうと決心しました。皆さんもタラレバを下からに変える方法で、
こういうわ、皆さんも皆さんもトライアルをしたからに置き換えて前向きな考え方をしてみてください。その方が最も素敵な人生になると思います。ご清聴ありがとうございます。네감사합니다저는이나이가되도록매일아침후회하는걸요30분만일찍일어날걸네잘안됩니다네너무감사합니다많이긴장을하고있는상태이기때문에여러분들눈을조금부드럽게네 잘들어주세요네엄청긴장될거예요지금네자다음으로다섯번째발표자입니다인천영화국제관광고등학교2학년허가은학생입니다발표제목은지금노진세노저유니나리따이며우리말로는내인생의여배우가되고싶어입니다네부탁드립니다오갸오갸일생에스카우트사레고약카라캐리어를스타트했다허가은토모시마스에코노코텔레비에出てるのと思われるかもしれませんが、今はテレビには出ていません。でも、幼年期までは結構有名な CM に起用されたこともあります。韓国の大手企業の一つであるサムスンカード。韓国人なら誰もが知っているメーカーのウォーターサーバー。フランスメーカーの子供衣類などに起用され、可愛い顔で愛されました。いわゆる天才子役を目指していたのです。日本でも天才子役と称されている人がいます。有名な子役といえば、ドラママザーの芦田愛菜、ドラマ丸物を着ての鈴木ゆく、ドラマ全開ガールの谷香音などがいます。今の私は普通の生活をしていますが、まだその才能と魅力はそのまま残っていますので、現在私の高校のモデルとして活躍しています。部活の制服を着て写真を撮られたりすると、子役の時の思い出が浮かびます。人生の曲感がある子役の時の思い出を言わせていただきたいです。その一つ目は、そういう考え方や感情もあるんだと受け入れることです。演じる前は、そのキャラクターの性格、背景、自分の得意なところと苦手なところを受け入れなければなりません。6歳の時、自分なりでセリフを覚えたり、いろんな表情を練習したりしました。でも撮影がずっと続いて疲れてきてしまって車の中で泣いてしまいました。実は私まだ幼かったのでわからない感情や表現が多かったのです。でも何も説明もなくただ泣いたり笑ったりすると疲れてしまいました。その時お母さんが言いました。ガンはそうなんだ、こんな時はこんな気持ち、泣きたい人も笑いたい人もいるのよ。お母さんはこんな時泣きたいもん。今の自分もまだ人生の経験が少ないため、周りの先生、友達、先輩、後輩などいろいろな考え方や意見に共感して受け入れるようにしています。二つ目は、夢は叶うものではなく叶えるものだということです。ウォーターサーバー CM の撮影現場での忘れられないことがあります。一般のウォーターサーバーではなく、氷の出るウォーターサーバーでしたので、氷をずっと手に持っていました。でも、まだ5歳でしたので、指の先が冷たくて、どんどん痛くなりました。それで、本当の氷の代わりに、透明の偽氷を指にはめて、撮影を続きました。その凍った空気が、今も鮮やかで寒くなります。冷たさを我慢して、無事に撮影が終わって、スタッフのみんなに褒められて、本当にやりがいを感じました。いろいろ激しかったですが、今は思い出になった子役の時のことがあったからこそ、今の私がいると思います。皆さん、韓国には人間劇場という番組があります。私たちの周囲で起こる興味深い出来事を紹介するドキュメンタリーです。普通の生活に密着しているこの番組を見ると、私たちの人生はまるで一つの舞台なんだと思われます。幼い頃から長続きしていた徹夜の撮影現場の環境が厳しくて、今はテレビには出ていません。でも、これから大学の面接や就職した後、取引先やお客との関係など、すべてが人生という劇場の一つ一つの幕ではないでしょうか。これからは私の人生での女優になって、
みんなの心に染みてさらなる注目を浴びていきたいです。まっすぐな瞳で心から接して相手から感動したというお褒めの言葉をもらうことを目指していきたいと思います。私の人生劇場に皆さんを招待いたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。大変感謝합니다。당당한발표였죠。네자다음으로여섯번째발표자입니다。네경기수원외국어고등학교2학년지서연학생입니다。발표제목은人生で立った一度だけの公演1501へ이며우리말로는인생에단한번뿐인인연1501입니다。발표부탁드립니다。こんにちは、スウォン外国語高校の自祖ヨンです。皆さんは2年前に放送されたスカイキャッスルというドラマを知っていますか？韓国の高校生がどれだけ大学入試に命を懸けて、また強敵に執着するのかを考えさせてくれたドラマです。このドラマが放送された時、このような競争が特に激しい韓国の特別目的高校や自立型私立高校も注目を集めました。ドラマの中の子どもたちが互いに競争して攻撃し、苦しめ合う場面について、現実はドラマよりひどいというタイトルの記事が出た時、私もまた高校に対して先入観を持たざるを得ませんでした。それで私は日本語を学びたくて外国語高校に入学したのに、友達関係だけはすごく心配でした。先に生じた先入観による誤解とプレッシャーから、私は学校に初めて入学した当時、クラスメートに心を開きませんでした。今思えば本当にバカみたいですが、それは新しい友達と競争で仲が悪くなるより、親しくない関係でいた方が傷つかないのではないかという気持ちからでした。友達はみんな本当にいい子たちだったので、一方では親しくなりたいという考えもありましたが、自分で自分の心の中の誤解を解くことは難しかったです。このように混乱した気持ちで誰とも親しくなれずにいたところ、私のこのような気持ちに気づいたのか、ある先生が授業の時間にこのような話をしてくれました。あなたたちがお互いに出会ったことは人生で二度とない非常に貴重な経験です。これから世の中を生きていく中で、このように長い時間を一緒に過ごせるご縁はなかなかありません。結婚して一緒に暮らす夫婦でさえも、お互いの職場から帰ってきたら家に一緒にいる時間は8時間にもならないし、親と子もそれぞれ学校と職場に行ってきたら寝る時間を除いて6時間も一緒にいられません。しかしあなたたちは授業の時間、休み時間、昼休み、自習の時間のように一日の3分の2以上の時間を一緒に過ごせるじゃないですか。先生はあなたたちがこんな経験ができるということが羨ましいですと。先生の言うことを聞いた私は頭を半まで殴られたようでした。周りを見渡してみると、友達はみんな色とりどりの姿で輝いていました。毎日真面目に自分が引き受けた仕事をやり遂げる友達、他人のことを自分のことのように共感して一緒に泣いて笑ってくれる友達、困った時はいつでもドラえもんのように現れて助けてくれる友達、こんなに素敵な友達と一緒にいられるということは私の人生で一度だけの機会だと思いました。この機会を無駄にしないために、私は心の中の誤解を解いて友達と共にする全ての瞬間を学びと思い出だと思い、毎瞬間心を尽くして接しました。おやつを分けてあげたり、悩み相談に乗ったり、
私にできる最善を尽くして友達に接した結果、友達も私に心を開いて近づいてきてくれました。今私のクラスの友達は私にとって家族のような人生のパートナーであり、心強い支えのような存在です。このように学校で友達と生活しながらバカみたいな誤解にとらわれていた私の心の中には、一期一会という言葉が落ち着きました。一期一会は日本の茶道用語の一つで、接待をする心構えについての言葉です。今私の前にいる人は一生に一度だけのご縁なので、後悔がないよ、きちんともてなせという教訓が込められた言葉です。私もまた一期一会の精神を胸に刻んで、今私の周りにいる友達と過ごす時間に後悔がないよ、最善を尽くすつもりです。皆さんも先入観や誤解で大切な声を逃さないようにしてください。ご清聴ありがとうございました。정말힘들죠학업도해야되고진로고민도해야되고친구도사귀어야되고학교에서생활도해야됩니다굉장히좁은교실안에서이많은것들을꿈을위해서참아내고견뎌내고성장하고있는우리학생들인데또학업중간중간에또이렇게스피치까지준비하면서정말존경스럽습니다네이어서일곱번째발표자소개하도록하겠습니다경기동두천외국어고등학교2학년김예영학생입니다발표제목은사카가부카츠사레도부카츠이며우리말로는고작부활동그래도부활동입니다발표부탁드립니다こんにちは동두천외국어고등학교キム・エヨンです。皆さんに一つ質問します。スラムダンク、ハイキュー、ダイヤモンドエース、これらの共通点は何でしょうか。はい、そうです、部活のアニメです。私はアニメを見ながら、あの子たちは一体いつ勉強してるんだろう、大学に行って就職する気はあるのかなとよく思いました。でも皆さん、日本では運動部が就職に有利になりうるということをご存知ですか。私はこの違いがとても不思議だなと思いました。今日私は韓国と日本の部活文化を比べて、最後に好きなことの力について話してみたいと思います。日本の学生たちが好きな部活を自由に選び、それに没頭できるのはなぜでしょうか。それは部活で培った体力や根性、コミュニケーション能力などが社会で評価されるためだと思います。例えば営業職では運動部の人が採用されることも多いそうです。韓国の場合、将来やりたい仕事に関連のある部活を選ぶ傾向があります。進学や就職の時、専攻知識や仕事の経験がとても重要だからです。もし私がバンド部に入りたいと言ったら、先生たちはびっくりするでしょう。バンド部？大学はどうするの？韓国で本当に好きな部活に入るのは簡単ではありません。人生で一番楽しかったのはと聞くと、多くの日本人は学生時代の部活のことを話すと言います。私の先生が京都にいた時、土曜日に制服を着て笑いながら学校に行く学生たちを見たそうです。学校に行くのは多分部活のためでしょう。でも皆さん、信じられますか？土曜日に制服を着て学校だなんて、しかも笑ってるなんて。もし韓国で土曜日に部活をすると言ったらどうでしょうか。ハイキューのように夏休みに1日10時間練習したら、
多分みんな部活を辞めるのではないでしょうか。私は日本の部活を見ながら好きなことに没頭する時間がどれほど人を成長させるか知りました。スラムダンク、ハイキューなどのアニメが人気があるのも情熱を持って好きなことをしている姿がとても美しいからではないでしょうか。そして好きな部活を自由に選べる日本の学生たちを羨ましく思いました。もし大学入試に関係なく部活が選べるなら、私はミュージカル部に入ります。私が大好きなセブンティーンの歌を歌いながらシナリオを書く私、想像するだけでもドキドキして胸が熱くなります。あ、でも皆さん、この話は先生には内緒にしてください。先生に知られたら明日呼び出されるかもしれません。皆さんは何が好きですか？最近幸せだなぁと感じた瞬間は？もしすぐに答えられなかったとしたら、仕事が多すぎて時間に追われているのかもしれません。でも私たちに一番必要なのは本当に好きなことに没頭する時間ではないでしょうか。一日に5分だけでもいいです。その積み重ねがこれから何かに挑戦するとき勇気をくれるかもしれません。自分でも気づかなかった素敵な自分に出会えるかもしれません。まるで少年ジャンプの主人公みたいに。私は皆さんが素敵な自分に出会えるように願っています。ご清聴ありがとうございました。아, 네, 감사합니다. 고등학교 2학년 학생의 발표였는데 심리 상담, 인생 상담 받은 것 같은 느낌이었어요. 네, 인생을 즐길 줄 아는 네, 학생들이 되길 바랍니다. 네, 여덟 번째 발표자입니다. 네, 서울 성원국제무역고등학교 3학년 정한이 학생입니다. 발표 제목은 디즈니 소떼 아르크 유네스코이며 우리말 제목은 지도를 따라 걷는 유네스코입니다. 발표 부탁드립니다. こんにちは。私は地図に沿って歩くユネスコの観光案内をすることになったチョガニです。これから私は皆さんとの旅行に立つ前に、旅行の目的地についてより詳しく説明しようと思います。今回の旅行ではユネスコに搭載されている場所4カ所を回って韓国に戻る予定です。それではまずユネスコ世界遺産を知る必要があるので簡単に説明します。世界遺産とは地球の生成と人類の歴史によって生み出され、未来の世代に保存すべきの価値があることを言います。そして世界遺産は、顕著な普遍的価値を有する記念物、建造物群、遺跡、文化的景観などが属している文化遺産と、地形や地質、生態系、絶滅の恐れのある動植物の生息、生育地などが属している自然遺産、そして両方の価値を兼ね備えているものが属している複合遺産の3種類があります。飛行機に乗って初めて着く場所はジブリの作品もののけ姫の背景になった屋久島です。屋久島はユネスコ搭載基準の7番と9番に該当し、1993年ユネスコ自然遺産に搭載されました。涼しい葉の匂いを嗅ぎながら美しい景色を感じるのが観光ポイントです。熊本と福岡を通って2番目に着く場所は日本三景の一つとして数えられている厳島神社です。満ち潮の時、海の上に鳥居が浮かんでいるように見えることで有名です。厳島神社はユネスコ搭載基準の1番、2番、4番、そして6番に該当し、1996年、ユネスコの文化遺産に搭載されました。厳島神社は平安時代の代表的な建築方式で建てられており、自然を建物の中に取り入れたような雰囲気を感じることができます。高層な本殿の横には珍しい舞台があります。この舞台では神様に供え物を捧げたり、神様を喜ばせるために神話を主題にした芝居が催されます。
その次には歴史の町京都に向かいます。来週は京都で祇園祭りが開かれる習慣です。祇園祭りの観光ポイントは祭りの中で一番目立つ花車山鉾です。山鉾は2009年ユネスコの無形文化遺産に搭載されました。山鉾は動く博物館とも呼ばれています。厳島神社じゃなくて祇園祭りの行列には山形の花車と鉾形の花車32体が続ける壮大な巡行を見ることができます。最後の場所は名古屋と浜松を通っていきます。名古屋と浜松も素敵で綺麗な景色が見られますが、最後の場所とは比べ物になりません。皆さんの旅行の最後を派手に飾る場所は富士山です。富士山はユネスコ搭載基準の3番と6番に該当し、2013年ユネスコの文化遺産に搭載されました。皆さんは富士山の名前がどうして富士山なのか知っていますか？富士山の名前の由来は、不老不死の薬を駿河の国で一番空に近い山で燃やして、その山を不死の山と呼んだという滝取物語が一番有名です。富士山の後ろから夕焼けが見え始めたら、私と皆さんはまた飛行機に乗って韓国に戻ります。ここまでが来週の旅行の予定であります。最後まで説明聞いていただきありがとうございました。皆さんの観光案内にちゃわりでした。네감사합니다이렇게따라서여행을하시려면일본에서한달살아야하지않을까 、네、날씨도감안해야되고너무좋은데요네이츠쿠시마신사갔을때물이싹빠져가지고물에떠있는그토리를못보고갔어요너무아쉬워서다시가고싶으나코로나때문에막혀서계속못가고있습니다네같이갔으면좋겠네요네드디어네일부의마지막발표자입니다아홉번째발표자입니다경기포천고등학교2학년배다송학생입니다네발표제목은치아약가라만한다이웃기이며우리말로는치아약에배우는용기입니다네발표부탁드립니다こんにちは急ではありますが皆さんはアニメが好きですか？私はアニメが大好きです。たくさんあるアニメの中で一番好きなアニメはチアヤフルです。このアニメが好きになった理由は大きく2つあります。1つ目は単なる恋愛物語ではなく、カルタという日本のテントカードゲームを扱った内容だからです。そこでカルタの核心となる100人一周の歌の意味が出るときは、一人の少女の心をつかむのに十分です。特に隠された愛の物語が出てるときは、胸がワクワクします。その中で私が一番好きな歌は、ちはやぶる髪をも聞かず立つ田川からくれないに水くくるとはという歌です。この歌には面白い話が一つ隠れています。本来の意味は立田川が紅葉に赤く染まり、美しい景色という意味を表します。しかし、歌が作られた当時、この歌を作った我らの成平が、愛を忘れることができず、風景の中に愛を隠したという話があります。アニメでは、黒文字だったカードが歌の意味を知ると、真っ赤なカードに変わって見えます。私はこの場面を見た瞬間、競技カルタの魅力にハマってしまいました。二つ目に私の心を一番捉えた理由は、チアヤフルの主人公です。恐ろしいほどカルタバカで、
すごい情熱を見せてくれる主人公を見ると、好きなことは多いが何かに熱情を注いだことのない私の姿が浮かび上がったからです。私は前に遮られている壁を感じると簡単に諦めたりします。そんな私にはいつも一生懸命に競技家を倒する主人公は本当にバカバカしく見えました。しかしアニメを見ているうちに本当にバカな人は努力しないとというのに気づきました。主人公の周りの人たちは競技体なんか頑張ったって無駄だと常に言うが、主人公は絶対に諦めません。このアニメではチアヤフルという言葉を揺れることのない安定的な世界と解釈します。まさにこの言葉が私には主人公そのもののように見えました。どんなに辛くても周りの言葉に動揺することなく、自分の弱点を克服していく主人公が星のように輝いて見えました。私も主人公のように放棄せず情熱を見せることができるなら、他の人に輝いて見えるのだろうかと思いました。それから私の短所を次第に直していこうと思うきっかけになりました。ベルフックスは、私は人生を変化させられたよ、常に本枯れたという名言を言いました。私にはその本がアニメーションでした。アニメーションが人生を変化させられをくれました。チアヤフルで出会った100人一周の歌があります。流れば、またこの頃や忍ばれむ牛と未少女、今は食いしきという歌があります。いつかは今の辛さも懐かしくなるだろうし、辛いと思っていた昔が今では恋しく思えるという意味です。私はいつも怖いものは避け逃げようとしていました。その異様な性格をカラリと変えることは可能ではありません。しかしチアヤフルのように動揺せず巨人に勝ち残ろうと思うアイデアを得ることができました。これから前を遮っている壁が感じられるとき、バカバカしく越えようとする私の姿を期待してください。ご清聴ありがとうございました。네감사합니다자그럼이제부터네스피치대회2부순서를시작하겠습니다2부첫번째발표자를소개하도록하겠습니다네준비되셨나요네2부첫번째발표자는강원상지여자고등학교2학년이서라학생입니다발표제목은도우즈다이세츠니이며우리말로는동물을소중하게입니다네발표부탁드립니다みなさんこんにちは。三次女子高校のいいそらと申します。幸せじゃなかった家庭環境のせいか、暗い日々を過ごしている私は生まれてから1ヶ月ばかりの子猫2匹を飼うことになりました。ペットの背を見るのが初めてだった私に、トイレの掃除や餌をやること、一緒に遊ぶことも決して簡単じゃなかったんです。でもすくすく伸びていく姿はどれほど可愛かったのか、案外きついなと思ったのもいつの間にか忘れられて、だんだん慣れていき、猫たちのおかげで一層明るくって積極的に生活するようになりました。一緒に過ごした時間が積もっていけばいくほど、猫たちや私にとって大切な存在になりました。私は一匹の猫をモリと呼ぶことにしました。
森は特別に人懐っこい子猫でした。だが生まれてわずか3ヶ月に2回も手術を受けることになりました。そのせいか病名猫半白血球減少症という病気にかかりました。結局12月24日のクリスマスイブに入院することになりました。入院組織は本当に最悪のクリスマスプレゼントでした。この病気は致死率 90% のとっても危険な病気であり、まだ子供だった森にはもっと危ない病気でした。私は森の入院の後毎日お見舞いに行って病気が治ることをひたすら祈りました。この病気は伝染性も非常に強くて森に触ることもできなかったんです。ある日、その日はどんな考えだったのか、森を撫でたりおやつも食べさせてやりました。私はよく食べている姿を見て治ってるかなという思いもしました。しかし家への帰り道で病院から連絡が来ました。森の時間があんまり残っていないと。私は多分あれくらい気づいていたかもしれません。どうなるのか知ってるのに知らないふりをしていたのはきっと治るはずだと信じるのが森について礼儀だと思ったからです。でも現実は体は硬くなって心情だけ動いている森を悩む間もなく安楽死をさせることになりました。これは私が初めて動物の死を目撃したことです。安楽死はとても簡単に命が消えていく感じだけを残して、森の生きている姿はもう会えないんだという気持ちが持ちかけてきました。もっともっとあったかく抱きしめてあげたなら、結局私が殺したんじゃないかなどの深い後悔が追い寄せました。私はこの日命の大切さについて考え直してみました。そして私は動物をもっと苦しめられないならいいと思うようになりました。最近動物をいじめられていることが増えてるし、動物を捨てたり苦しめたり人も増えているそうです。私は猫と暮らしながら動物は思ったより人との感情のやり取りも多いし傷つけやすい存在ということを分かりました。どんな命でも苦しめるのは正しくありません。その理由が人ではないから、人じゃないからというのは、人じゃないから大丈夫だというのは理由になりません。皆さんは命にも重さがあると思いますか？もし人の命が動物の命より重いとしたら、動物を殺すことって大丈夫なのでしょうか？私は人も動物も命の重さは同じだと思います。人と動物みんな命があるゆえ儚い存在なのです。この世で当然と死んでもいい命ってどこにあるんでしょう？だから私は私たちがもっと動物を大切にして人と動物お互い幸せに過ごせる世界を作っていければいいなと思います。どうですか皆さん。動物も人と同じく大切にさせる世界を一緒に作ってみませんか。ご清聴ありがとうございました。네, 감사합니다. 네, 굉장히 네, 진지하고 네, 되게 귀중한 이야기를 저희에게 들려주셨습니다.네, 11번째 발표자는 역시 강원에서 오셨습니다. 네, 강원 외국어 고등학교 1학년 고우정 학생입니다. 발표 제목은 도라마노 토토사 이며 우리 말로는 드라마가 주는 소중함입니다. 발표 부탁드립니다.
こんにちは。강원外国語高等学校1年の高ウジャンと申します。皆さんはドラマを見るのが好きですか？私はドラマが大好きで、休日はベッドに横たわってドラマを見るのが趣味です。多くのドラマの中で最近私が見ている作品は、ウヨンウ弁護士は天才肌というドラマです。ウヨンウ弁護士は天才肌は、自閉スペクトラム症を持つ天才弁護士ウヨンが大手法律事務所に勤務し、さまざまな事件を解決していくドラマです。鮮やかな演技、ユニークな素材、そして可愛くてハンサムな俳優が完璧なドラマですが、私がこのドラマに夢中になった理由は、登場人物の一人であるチェ・スヨンに魅了されたのがきっかけです。チェ・スヨンは自閉スペクトラム症を持つウヨンの友人であり、不正に耐えられない正義感がある弁護士です。最初は天才的なウヨンに嫉妬し、ライバル関係でしたが、ウヨンのそばで助け、一緒に事件を解決する仲間になりました。ドラマを見るたびに、私はいつも、ああ、チェ・スヨンのような友達がいたらいいのに、と思いました。そばで助けてくれ、善良で正義感がある友人が欲しいと感じました。私はこのことについて家族と話しました。その時に母が言った一言で、私の考えは一瞬で変わりました。あなたがチェ・スヨンのような友達を期待するよりも、まずはチェ・スヨンのような友達にあなたがなってみたらどう？この言葉を聞いて、私は自分の考えを反省しました。だから私はチェ・スヨンのような友人を願うよりも、まずは彼女になることに決めました。私はそばにいる友人を助け、不正を見たときに正義のために立ち上がる素晴らしい人になりたいという夢を持つようになりました。また、真の友人とは何かも学びました。真の友人とは、見返りを期待して助けることではなく、友人のことを心から考えることだと思います。チェ・スヨンは見返りを何を望まず、ウヨンに対して誠実に接しました。彼女は偏見なくウヨンを見つめ、いつもそばにいて、彼女を助け、サポートしてくれました。その結果、当初はライバル関係だった二人が、今では真の友人になりました。このドラマを通して、近くて遠い国、日本を思い出しました。長い間一緒にいた日本と韓国は、どの国よりも友好的ですが、どの国よりもよそよそしいです。しかし、韓国と日本がお互いに心の扉を開き、まずは手を差し伸べ合えば、本当の友人になれると思います。見返りを期待せずに、お互いのために立ち上がる友人になることで、平和な関係を続けることができれば、互いに今日よりも素晴らしい国になるのではないでしょうか。もちろん、韓国と日本が真の友人に仲になるには、多くの時間がかかるでしょう。韓国と日本の関係が遠いではなく、近い日にお互い心の扉を開くことができれば、どれほど良いでしょうか。それで、私はこの考えを通して、私ができることは何かも悩みました。そして、韓国と日本の関係に継続的に関心を持ち、韓国と日本がお互い真の友人の仲になるための解決方法が思い浮かびました。それ以来、私は韓国と日本がウヨンとチェ・スヨンのように、お互いのために真の友人になる日が早く来るように役に立ちたいという夢を持つようになりました。このように、私はドラマを通じ、大切な夢を持つようになり、さらに私の考えと未来も変えることができました。皆さんにも何か大切な夢はありますか？もしなければ、私のようにドラマを通して見つけてみるのはいかがですか？これで私のスピーチを終わります。ご清聴ありがとうございました。ね、발표감사드립니다。네, 드라마에서나오는그런관계와우리한국과일본의관계를잘매칭시켜서 네, 발표를해주신것같아요 네.
너무사이좋은친구인데가끔싸울수도있잖아요사이좋게지내면되죠이제그렇죠네열두번째발표자입니다네서울에서오셨어요네진광고등학교2학년김규화학생입니다발표제목은논돈치카군이우리말로는점점가까이입니다네발표부탁드립니다皆さんこんにちは。神岩高校2年生のキムギュアと申します。私が発表するテーマはどんどん近くにです。よろしくお願いします。私は随分前から日本のドラマが好きで来ました。そのドラマの名前は光悦ガールでした。河野悦子という主人公が全てに熱心にする姿と失敗しても絶望せずに挑戦し続ける姿がかっこよくて好きになりました。そこから私はたくさんの日本のドラマにはまり、字幕がなくても好きなドラマを見たいと思って日本語の勉強をすることにしました。ですが何から始めればいいかわからなかったです。その時日本人の友達が欲しいと思ってよく使ってた SNS アプリで友達を作りました。当時の私は日本語が全然できない状態で、その友達は何も知らない私に日本語を教えてくれました。最初は何もできなかったので、翻訳機を使いながら電話で話したり、メッセージでやり取りしたりしました。そしてその間に日本語が少しずつ喋れるようになっていきました。日本語を話せるようになることにつれて、日本語を書けるようにもなって、日本に対して興味を多く持つようになっていきました。日本には韓国では味わえないものがたくさんあります。例えば街の雰囲気、服装、祭りなど様々なものがあります。その中、いろいろな文化の中で私が一番好きな文化は音楽です。いろいろな音楽の種類があり、韓国にはないジャンルもあります。その中で私はバンドが好きです。韓国にもバンドというジャンルはありますが、日本のバンドは全くの別物です。韓国と日本のバンドにはいろいろたくさんの違いがありますが、その中でも大きく3つの違いがあります。まず1つ目の特徴はライブ環境です。韓国にはライブができる会場が少ないです。それに対して日本はライブハウスやアリーナという場所が多いです。そこでライブが行えます。2つ目の特徴はメイクです。韓国のバンドマンの多くはメイクをしなかったり、薄いメイクをしています。それに対して日本のバンドマンは濃いメイクから薄いメイクまで、様々なメイクをします。三つ目の特徴は、バンドマンとファンとの距離が近いことです。韓国ではバンドマンとファンとの距離が明確に離れています。その反面、日本にはインストアイベントというものがあります。それは、レコード店や書店といったショッピングセンターなどの設備の中で、実際にバンドマンに1対1で会えることができるイベントのことです。私の好きなバンドは、キズというロックバンドです。このバンドは個性的なコンセプトがあって、コンセプトが変わると同時に曲の雰囲気が変わるのがかっこいいと思っています。この人たちの曲を聴くたびに、どんな気持ちでこんな風な歌詞を書いたんだろうと思わせてくれました。普段どんな音楽を聴いても何も思わなかった私にキズは新しい刺激を与えてくれました。これが私の好きな日本の文化の一部です。このような文化が好きになって、もっと詳しく知りたいと思って日本語や漢字をもっと勉強しました。そして同じような日本のロックバンドが好きな趣味の合う友達が増えました。好きなドラマとバンドのおかげで私は初めて勉強がしたいと思って日本語がうまく喋れるようになって好きなドラマも字幕なしで見れるようになりました。
そして11月には私がここまで日本語が話せるようにしてくれたそのバンドのライブを見に東京へ行きます。好きなバンドマンに会うのをとっても楽しみにしています。これからも私はこのようなたくさんのことを経験したいし、日本の文化や私が知らない日本のことをもっと知りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。キムギワでした。감사합니다김규화학생이름정확하게머릿속에다각인이된것같아요두번말씀하시고가셨어요 저희제가가르치는이교실에있는학생들도일본애니메이션을통해서일본어를공부했으면좋겠네요애니메이션만열심히보고있는것같아서 너무잘들었습니다 13번째발표자입니다충남용남고등학교2학년하재원학생입니다발표제목은나제니온도유흔히니히카레루카이며우리말로는왜일본이라는나라에끌리는가입니다발표시작하겠습니다僕はノートを拾ってこの力を得たことを不幸だなんて一度も思ったことはない。この力を得た僕は最高に幸せだ。そして最高の世界を作る。これはあるアニメのセリフです。どんなアニメなのか、もしかしてわかりますか？はい、そうですね。それはデスノートというアニメなんです。中学の時、偶然友達に推薦されてみたこのアニメのおかげで、自ら日本語を勉強したいと思い、ひいては日本という国に対して興味を持つようになりました。それから日本のアニメだけでなく、日本のドラマ、日本に関する YouTube、日本の放送などを見ながら、日本の文化を理解するようになり、日本語の勉強にかまってしまいました。日本語を勉強していたら、ふとこんな疑問が生じました。なぜだろう？英語は6年以上も勉強していたのに、自分が話したいことがよく伝えられないんだ。それに対して日本語の場合、6ヶ月ぐらい習った頃にも自分の考えをちゃんと伝えられるほどにとても簡単で優しかった。それに文化に接すれば接するほど日本という国をもっと知りたくなる。一体日本という国にはまる理由は何だろう？かなり近いところでその理由が見つけられました。日本に対する不買運動が真っ最中の時でも、任天堂のゲームは盛況だったし、最近は日本のアニメのキャラクターであるポケモンパンを買うために、夜明けからコンビニの前で人々が並んでいます。こんな状況から見ると、日本の魅力は文化の産業ではないかと思います。家族全員が揃って楽しめるゲーム、魅力的なキャラクターそのものにとどまらず、食べ物、服、映画などに無限発展させる産業戦略。それこそ日本の文化産業の核心ではないでしょうか。また、日本のドラマでも日本のハマる理由は見つけられます。ドラマの回数が短くて軽い気持ちで見やすく、他の国にない様々なテーマのドラマが多くて選ぶ楽しみがあるためです。この日本のドラマを見て習った日本文化がありますが、もしオアシス運動を知っていますか？おはようございます。ありがとうございます。し、失礼します。すみません。これは幼い頃から親切で礼儀正しい言葉を誓い、人に迷惑しないように学習させる文化が隠れているのです。
このように気軽に見るドラマにも日本の文化があっちこっちに隠れているため、日本という国をもっともっと知りたくなると思います。私の夢は日本に行って自分の企業を経営することです。日本という国に自分がハマっているように、私の企業に日本人がハマるよう魅力的な企業を作りたいと思います。聞いてくださってどうもありがとうございました。네감사합니다어네갑자기그도톤보리의그린코산옆에하재원군의그기업에간판이걸리는것을잠시상상해보았습니다네저도포켓몬빵을사러돌아다녔던기억이나네요네열네번째발표자입니다네경기안양외국어고등학교2학년조현서학생입니다발표제목은니혼고가오시에테쿠레타만화부고토노요로코비이며우리말로는일본어가가르쳐준배움의희열입니다어발표하기전에박수아까박수치시다마셨죠 네, 네발표부탁드립니다みなさんこんにちは。阿南外国語高校2年生日本語科のチョンソです。私は日本語とは縁がありませんでした。家族の中に日本人がいたりするわけでもなく、日本にいた経験もありません。ところで私がこんなスピーチまでするほど日本語を愛するようになったのは、日本語が私に全く新しい知識と気づきを与えてくれたからです。私が日本語に初めて接したのは中学2年の時でした。学校の先生が映画「君の名は」を見せてくれましたが、日本語が全然わからなくて字幕だけ見ていました。映画の最後の部分にこういうセリフがありました。君の名前は。この映画の名セリフとして挙げられるものだったので、この意味ぐらいは知りたいと思って、日本語ができる友達に君の名前は、は韓国語でどうしてドイルムになるのか聞いてみました。その答えは私にはかなりショックでした。君がドという意味で、名前がイルという意味だよ。ノは韓国語のウイと同じで、ワは韓国語のウンと同じ意味だから、君の名前はがドイルムになるんだ。私はこの時、日本語と韓国語は語順が同じで、韓国語に対応する日本語さえ分かれば、たやすく日本語が話せるということを初めて知りました。私はその時、日本語はすごく不思議、面白いと思うようになりました。それ以来、日本語に興味ができて、映画の主題歌や名セリフを韓国語と日本語で書いて覚えたり、アニメの曲を探してみたりしました。高校に進学して日本語を詳しく学びながら、その興味は喜びになりました。私が好きなアニメの主題歌イマジネーションの中にはこんな歌詞があります。ぶつかって転がって強くなりたくて。中学時代にはこの歌を意味も知らずに聞いたり歌詞を覚えたりしました。ところが高校の日本語の授業を聞きながら一つ一つ分かり始めたんです。日本語にもいろいろ表現がある。ぶつかるはプリチだ、転がるはくるんだ、強いはかなだという意味。あ、そうなんだ、こういう言葉で歌詞ができていたんだ。今は歌詞を聞いて韓国語を思い浮かべるようになりました。とても胸がいっぱいになる瞬間でした。用語を学んだ後は文法を学びました。はごしったという意味は日本語でたいで、連結形はてけいで使えばいいということが分かりました。このような内容を初めて教科書で学んだときは、ふーんと思っただけだったが、ある日、公園を歩きながらイマジネーションを聞いて、鳥肌が立ちました。なりたくて、あれ？何か聞きながら日本語が聞こえる。あ、ここで歌詞は転んでもまた立ち上がって、強くなりたいという内容じゃない？じゃあまさか私が習ったのが歌詞に使われていたの？瞬間、パッと歌詞に使われた日本語が、どんな仕組みでどうやって韓国語に翻訳されたのか、頭の中に一度に入ってきました。気づけた喜び。なるにたいがついてなりたい、
連結形だからなりたくてになる。日本語を習って100まで自らの力でやっていると思うと世の中が違って見えました。私は今まで学校と塾での学びは全て無駄だと思っていました。新しいことを学ぶことへの期待もなく、ただ情報を受け入れていただけでした。勉強する理由も全く分からず、やるべきことと割り切って続けていたのです。しかし日本語を習いながら学校に行って勉強すること、新しいことを学ぶことがどれほど面白くて意味のあることか分かりました。それで日本語を学びながら悟った喜びを将来生徒たちにも知らせたくて、教師という夢も持つようになりました。韓国語と語順が似ていて文化的にも近づきやすい日本語は勉強と知識の意味を悟るのに一番良い手段ではないかと思います。もっと多くの生徒たちが私のように日本語を通じて学ぶことへの喜びを悟ることを願いながらスピーチを終わります。聞いていただいてありがとうございました。네, 에너지 넘치는 내 스피치 잘 들었습니다. 정말 네, 15번째 발표자입니다. 네, 대전 동화 마이스터 고등학교 2학년 임국보 학생입니다. 네, 발표 제목은 日本のアニメと日本の歌が日本語の学習に役に立つのか。 네, 한국어 제목으로는 일본의 애니메이션과 일본 노래가 일본어 학습에 도움이 되는가입니다. 네, 발표 부탁드립니다. こんにちは。私は東亜マイスター高校の犬久保です。皆さんは日本のアニメや歌が好きですか？私は好きな方です。私は今日好きで見て聞き始めた日本のアニメと歌がどれだけ日本語を学ぶのに役に立つのかを話してみたいと思っています。どうでしょう、気になりませんか？まあ、それでは早速本題に入ってみましょう。まず アニメの長所から説明します。アニメを見るとですね、日本語の会話を聞いてあの人々が何を言っているのかが理解できるようになります。アニメを見る過程で繰り返される単語と字幕を続けて見たり聞いたりしながら、あの単語や文章がどういう意味なのかを知り、後でそのアニメを字幕なしで理解できるようになります。アニメを見た時のこの学習効果を極大化するためには、アニメのセリフを真似してみるのも良い方法ですね。私の場合はこの方法でアニメを見て2年が経った頃に会話を聞いて話の流れを読めるようになり、3年になる時には正確な意味を解釈できるようになりました。今はもう普通に日本人と話すこともできます。どうですか、すごいですよね。ただアニメを見ただけでこんな風に会話ができるなんて、私もすごく驚きました。でもこの期間が長く感じられるかもしれません。ですが私はただ楽しむためにアニメを見ただけで、日本語を本気で学ぼうとした決めた人が計画的にアニメを見れば、その期間はもっと短くなると確信します。それにこのように会話ができれば、それすなわち日本語の文法を無意識的に知っているという意味なので、 JLPT のような試験を受けるときも何にも知らずに準備する人よりはるかにハードルが低くなります。さあ皆さん、私が今まで言った全ての長所がただアニメを見るということだけで可能です。本当に驚きませんか？いくらなんでもアニメを見るのはオタクみたいですって。それでは私が次に紹介する日本の歌に集中してください。さて2番目に私が紹介したいのは日本の歌です。日本の歌の長所としてはアニメよりオタクっぽくないという点でしょうか。もちろん冗談ですね。本当の日本の歌の長所は歌を真似しながら自然に日本語が口につくという点です。私たちが普段日本語を話すことがないので、いざ日本語を話そうとすると日本語はすぐに出てこない場合がありますが、日本語の歌を聴いて歌いながら練習をすると
日本語が自然に口になじませられると思ってください。こうすればいざという時にも問題ないでしょう。次は日本語を歌に合わせて歌う過程で、日本語の発音が少しずつ矯正されたりするという点ですね。日本語のイントネーションの場合は歌なので少し違うかもしれませんけど。さあ、いよいよ最後です。こんな風に日本の歌を歌うためには、歌詞がわからないとできないですよね。最後の長所は歌詞を探しながら日本語の勉強になるということです。歌詞を探して一緒に歌う過程で、あの漢字がどのように発音されるのか、あのひらがなはどんなひらがななのかを分かれるようになります。いかがですか？皆さん、ただ楽しくアニメや歌を見て聞いて歌うことがこんなに役に立つなんて本当に面白くないですか？最後に皆さんに私がおすすめする日本のアニメと日本の歌詞を紹介してみます。まず私がおすすめするアニメはスパイファミリーとホリニアです。アニメのジャンルが好き嫌いが大きく分からないジャンルでもあるし、作画がすっきりしてストーリーもいいし、アニメを初めて見る人でも気楽に見られると思うので、アニメを入門するとぜひ一度見てみてください。次は日本の歌手ですね。好きな歌手がとっても多いですが、今日の皆さんには星野源さんと優里さん、最後に米津玄師さんをご紹介したいと思います。みんな歌詞の内容もいいし歌も良いので好き嫌いは大きくないでしょう。みんな本当にいい歌を作っている方々なので、この方々の歌をぜひ一度聞いていただきたいと思います。今まで私の習慣的な話をここまで聞いてくださった皆さん、本当にお疲れ様でした。私は今日のこのスピーチが皆さんにとって有益な時間になったらいいと思いながら、このスピーチを終わります。ありがとうございます。자다음으로16번째발표자발표듣도록하겠습니다서울동부마케팅고등학교2학년곽지훈학생입니다안녕하십니까네발표제목은일본어도가스키나라교관데키루하나시이며우리말로는일본을좋아한다며공감되는이야기입니다발표부탁드립니다네발표시작하겠습니다皆さんこんにちは。韓国に住んでいる韓国人、곽지훈と申します。私は小学校から日本のことが大好きだった本当に仕方ない日本オタクでした。いろんな日本のアニメ、動画、ドラマを見ながら、自分思ったより日本とよく似合うかも、お互いめちゃくちゃ合いそうな感じがすると言いながら日本のものをたくさんオタ活しました。その中でも特に思ったのがありますが、日本の方は本当に皆さんが優しいなことです。気を配ったり思いやりを持ったりするところなど、1億の国民みんなが親切で本当にびっくりしました。実は私も昔から礼儀を大事だと思っていたので、日本の文化は自分の好き身に合いそうだ、日本の友達が欲しいなと思いました。その後日本語が少しずつできるようになった私は、ある言葉が気になり始めました。どんな言葉など、可愛いです。日本語がよくわからなかった時から知っていた単語だったのですが、こんなに使うとは思いもしませんでした。自分より年上の人にも可愛いですと言って言わのを聞いて少し驚きました。韓国には自分より年上の人に可愛いと言うなら失礼になることがありますので、よく言わないです。ですから自分より年上の人に可愛いと言っても大丈夫だと分かる機会になりました。
それ以外にも様々なたこ焼きを見て美味しそうだねではなく丸くて可愛いとか、舞台の上でちょっと緊張しているアイドルを見てえどうしようではなく頑張っている姿は可愛いとか、目に見えるものをそのまま感じるのではなく可愛いという感情と一緒に感じるのがとても不思議でした。今はこんな日本語にも慣れてきて自分でも使うようになりましたが、最初はちょっと不思議だったです。もう可愛いの使い方法もすっかり分かって、日本語の会話ができるようになった時、ミユという日本のお友達と電話をしました。ミユは韓国が好きな子で、2人で電話をしている時、韓国が好きな日本人と日本が好きな韓国人の共通点を見つけました。それは挨拶です。例えばミユはご飯を食べる前に잘먹겠습니다を、私はいただきますを言いながら食べ始めます。それ以外にも行ってきます。ごちそうさまでした。ありがとう。ごめんね。をたくさん使う私。それをそのまま韓国語で言う日本人のみゆちゃん。本当に面白い方です。私たちは言葉が入れ替わっただけで、それが面白くて、二人で笑い合いました。そして日本をもっとわかるようになった時、私は韓国にいても韓国の流行より日本の流行に詳しくなりました。お友達と一緒に遊ぶとき、これ日本で前で見たことあるわ、今の日本ではこれがもっと JK っぽいだって、わかる、日本の生放送で見たことあるわなどよく言いますが、そのとき、ジュンはただのオタクなのか本当の日本人なのか紛らわしいよという日本の韓国の友達に、自分はちゃんと韓国人ですと日本語で言っちゃう私です。それからもずっとオタ活を続けて、日本がどん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 もっと好きになってしまって、今はこうして日本語でスピーチができるようになるなんて本当に嬉しいです。長い私の話をお聞きくださいまして本当にありがとうございました。今日のお話で私は感謝していると感謝しているというお言葉を伝えたいです。少し考えてみると、私の日常の中に染み込んだ日本という国が、どれほど私の生活にいい影響を与え、いい思い出を与えたのかわからないほどです。幸せや悲しいやたくさんの経験や私の生活そのものを明るいもので変えさせてくれた日本のアニメに、キャラクターに、声優さんたちに、そして日本に今でも感謝しています。これからもずっと幸せと温かい日常のために頑張って日本と思い出作りを続けていきたいです。その道に皆さんも一緒にいてほしいです。感謝しています。곽주은でした。네, 곽주은 감사드립니다. 네, 일본을 통해서 문화라든가 이런 것들, 그 친구 사귀는 것부터 시작해서 네, 발표를 잘 만들어주셨습니다. 17번째 발표자입니다. 광주 동신여자 고등학교 2학년 조은빈 학생입니다.네, 발표제목은니혼노지도한바이기분가이며우리말로는일본의자동판매기문화입니다. 네, 발표부탁드립니다. 皆さん、こんにちは。東進女子高校の張雲斌と申します。日本旅行をしていると、なぜこんなに街の中に自動販売機が多いんだろうと思ったことがあるはずです。私も町のあちこちに設置されている自動販売機に惹かれて飲み物を買ってしまった経験があります。このような経験は私だけでなく誰もが一度はあるのではないかと思います。令和3年12月時点で270万台以上の自動販売機が設置されているそうです。
日本人の生活の中で自動販売機はなぜここまで普及したのでしょうか。調べてみたところ、日本の経済活動の歴史と文化が自動販売機の普及に大きな影響を及ぼしていることが分かりました。いくつか例を挙げてみましょう。1つ目、アクセシビリティと治安が良い。早く店を閉める日本は、自動販売機が町や公園など公共の場所に設置されていて、いつでも簡単に利用でき、破損することが非常に少ないです。治安だけでなく公共の場所に設置された設備施設を利用する態度も成熟しているからです。2つ目、飲み物を購入する時間を節約するために、忙しい仕事の中で時間がない場合が多いですが、あえてコンビニに入る必要もないし、並んで待つ必要もないからです。3つ目、誰でも簡単に自動販売機を設置可能。日本で自動販売機を設置したい場合は、メーカーに連絡して許可さえ受ければ、誰でも簡単に自動販売機を設置できます。そのため、誰でも簡単に自動販売機の設置をしてお金を稼ぐことができるので、普及が増えたそうです。日本旅行中にあちこち歩き回りながら見た販売機は、その日の疲れを全部忘れさせてくれる恵みの雨のような存在でした。今もたまに弟と一緒に買って食べた自動販売機のアイスクリームを思い出すと気分が良くなります。韓国にもさまざまな自動販売機と管理システムが導入されて、自動販売機をたくさん接することができればと思います。今まで私の話を聞いてくださってありがとうございました。네, 자 그럼 2부에 이어서 계속해서 3부 발표를 이어가도록 하겠습니다. 네, 19번째 발표자는 전북 외국어 고등학교 2학년 이찬 학생입니다. 네, 큰 박수로 맞이해주세요. 네, 발표 제목은 네, 문여토 데스고시다 요쇼지다이며, 우리 말로는 문여토에서 보낸 어린 시절입니다. 발표 부탁드립니다. こんにちは。私は전북外国語高校이찬と申します。 皆さん、 문여토という島を知っていますか? 私の家はその문여토にあります。 2016年に 島と陸地をつなぐ橋が完成し、今では自動車で出入りできるようになりました。しかしそれ以前は船に乗らなければいけない、
海に囲まれた島でした。そのため、私は島でしかできないことをいろいろ経験しました。そこで、今日は皆さんに私が住んでいる島、特に橋が完成する以前の海に孤立していた島での生活について紹介したいと思います。皆さんは小学生の時、大雨が降るとどのように学校に行きましたか？まあ普通は両親が自動車で連れて行ってくれたことと思います。しかし私が小学生の頃、ムニョ島には自動車が運転できるような道路がありませんでした。そのため島の人たちは自動車の代わりに少し特別な移動手段を利用していました。それはオートバイです。雨の日学校に行くときは父が私たちにガッパを着せてオートバイに乗せました。そしてガタガタする土の上を激しい雨風に打たれながら父が運転するオートバイに乗っていたのです。実は私は兄弟が多いので、父、兄、弟、私の4人でオートバイに乗りました。4人がガッパを着てヘルメットをかばり、雨風の中進み続ける様子を想像すると今では笑いが出てきます。とにかくその当時、私たちにとって遠い距離を早く移動できる手段は自動車でもトラックでも汽車でもバスでもないオートバイだったのです。このように島の中ではオートバイで移動していた私たちですが、時々他の陸地に行かなければならないことがありました。島から他の陸地に行くにはどうすればいいでしょうか？はい、当然船に乗らなければなりません。私の家族も同じでした。でも船で海を渡るのは大きな冒険でした。皆さんは船に乗るというとどんな船を思い浮かべますか？旅客船のような大きな船が思い浮かぶことと思います。しかし私の島は少し違っていました。ほとんどが漁師で漁船を持っていたので旅客船が運航していませんでした。そこで漁師ではない私の家族は陸地に出る漁船があるか探さなければならなかったのです。そして漁船を探し出発しても安全に陸地に到着するか心配でした。漁船は旅客船のように大きくないため、小さな波でも急にひっくり返るかのように激しく揺れるからです。まあ、今ではもう漁船に乗ることがなくなりましたが、その時の漁船での航海を私の家族は生死をかけたミニバイキングと言っています。まあ、このように私は友達が経験したことのないようなことをいろいろ経験しました。父のオートバイに乗って投稿していたことも、漁船で命がけのバイキングに乗らなければならなかったこともかなり危険なことだと思います。でもそんな経験をしたので、私は今車に乗って投稿できるという事実に、船に乗らずに安全に行き来できるという事実に感謝できるようになりました。他人には自動車で投稿する日常が当たり前で平凡なことかもしれませんが、私にはこのように平和に行き来できるという事実が不思議でありがたいことなのです。危険にあふれ窮乏していた日々でしたが、むしろそのようなことが私に大切さを教えてくれました。今後このことを忘れずに、どんなことがあっても感謝しようと思っています。ご清聴ありがとうございました。네, 발표 감사드립니다. 비 오는 날 오토바이 위험한데요? 네, 위험을 건 등교. 네, 이미지가 확 남아버렸네요. 네, 20번째 발표자입니다. 네, 충북
네, 충주 예성여자고등학교 2학년 이은재 학생입니다. 네, 박수로 맞아주세요. 네, 발표 제목은 유메토이우노아이며 우리 말로는 꿈이라는 것은입니다. 네, 발표 부탁드립니다. 皆さんこんにちは。春秋野山調子高校2年生のイユンジェと申します。皆さんは夢についてどう思いますか？小さい頃、自分にとって夢というのは人生を決めることだと思っていました。幼稚園の時、先生がピアノを弾いてくれたことがあります。私はそれがとても素敵だと思いながら見つめていました。そんな私を見て両親は、ピアニストになったらどうかなと言ってくれました。その時私は、これが自分の夢だと思いました。そして、小学校に入ってすぐ、ピアノ教室に通い始めました。しかし、毎日同じ曲ばかり練習するのは、とても退屈でした。ピアノを弾くことが楽しくないと思っている自分に気づいたとき、もう遅いと思ってしまいました。そして私はピアノと関係ないことを必死に考えないようにしました。なぜなら、ピアニストになろうと決めたことを応援してくれている人々をがっかりさせたくないと思ったからです。そしてある日突然、もしピアニストになれなかったら私は何をすればいいのかなと思い始め、とても不安になりました。私はその不安を少しでも忘れるために日本のアニメやドラマを見たり YouTube の動画を見ました。その中である動画が私の心を奪いました。動画の中の手は白いキャンバスに絵を描いていて、私はその動画から目を離すことができませんでした。ただぼーんと見つめました。時間が動いてないと思いました。ついに完成された絵には私の好きなアニメの主人公が描かれていました。言葉で表現できない感情がこみ上げてきて、私はすぐ鉛筆と紙を取り出して絵を描き始めました。絵を描く間、私の頭の中はピアノのことも私を信じてくれた両親のことも何にも関係なく、ただこの絵を完成させたいという気持ちだけでした。自分の絵を見ながら自分はとても満足しましたが、母がどのように反応してくれるかについては少し不安がありました。母は何も言わず、にっこりと微笑みを浮かべながら、上手だねと優しくいてくれました。その時私はこれだと思いました。いくら小さな目標であっても、それを達成することで感じられる小さな幸せが存在することを初めて知ったのです。私は中学校に入ってすぐピアノ教室を辞めました。そして趣味と将来の夢を区別することをやめて、夢という単語をよく使い始めました。そして、たくさんの小さな目標を立てて、小さな夢を大きく育てていくことで、幸せを感じるようになりました。ついこの前始めたばかりの剣道は、いつの間にか初段に上がって、試合で勝ちたいという目標ができましたし、誰かが私の絵を見てほしいという願いで始めた絵は、今では
ウェブツーン作家になりたいという大きな夢に変わりました。また、アニメやドラマを見ながら、ただ日本語で話してみたいという小さな夢は、今、スピーチ大会で優勝したいという大きな夢に変わりました。夢は誰かが育てるわけではありません。また夢は一つだけではありません。私がしたいすべてのことが全部夢です。私はたくさんの夢を持っているので、もしかしたらこのような私のことを欲張りだと笑う人がいるかもしれません。しかし私は誰が何と言っても自分の夢に対してだけは欲張りたいと思います。私はもう夢について迷いません。以上、夢についての私の話を聞いてくださってありがとうございました。네, 네감사합니다정말되게귀중한발표를해주셨네요저도이제학생들을상담을할때너꿈이뭐야어느대학가고싶어이렇게상담은하지않겠습니다네뭐할때행복하겠어이렇게한번상담을해봐야되겠네요네너무감사드립니다네21번째발표자입니다충남호서고등학교2학년정다인학생입니다네발표제목은요이사쿠인때이며우리말로는좋은작품은입니다네발표부탁드립니다みなさん、まず皆さんにある物語をお聞かせしたいと思います。よくお聞きになってください。昔々、ある勇士がいました。ある日、魔王が現れ、世界を滅ぼそうとしました。すると、勇士は自分の仲間と共に力を合わせて魔を打ち破り、ついに世界の平和を守りました。皆さんはこの話を聞いてどう思いましたか？人によって感想は違うと思いますが、多分面白いという感情とは距離があると思います。過去にはこのように善良な主人公が悪を打ち破り世界を守る内容が読者から人気でした。その例として桃太郎とかムーランがあるでしょう。それなら現在はどうでしょうか？皆さんはチェーンソーマンについてご存知ですか？チェーンソーマンは少年ジャンプで連載中の人気のヒーロー漫画です。チェーンソーマンの主人公が悪魔と戦う理由は世界を守るためではなく、ある女性のためです。また人気漫画東京リベンジャーズの主人公が事件を解決する理由は自分の初恋のためです。世界を守る過去の作品とは違い、現在は主人公の個人的な利益を追求する作品が読者から人気を集めています。そしてこのような作品は個人主義的な今の社会をよく反映しています。作品に私たちの社会像が反映されるのは良いことだと言えます。なぜなら、社会像が多く反映されるほど、読者は作品のキャラクターにより没頭し、心から楽しむことができるからです。しかし、否定的な側面もあります。韓国のあるウェブ漫画では、真の教育という作品が人気です。この作品は教師が生徒を体罰することを正当化し、読者に教師が生徒を殴るのは当然だという考えを注入します。また、ウェブ小説では、これ以上成長する主人公を見ることができません。主人公が少しでももどかしい姿を見せればすぐに、なんやでこいつ、くったらねえなあなど、悪いコメントがつきます。つまり、読者がこれ以上主人公の成長を待ってくれず、
間違いを理解してくれないのです。このように社会の否定的な側面まで作品に反映されているため、基本的な道徳概念に反する思想を持つ人が増えています。特にこの否定的な影響を与える作品はまだ自分の価値観を形成していない子どもたちに致命的です。結局私たちは子どもたちに合人主義的で暴力が同然視され、間違いを理解してくれない世界を譲っているのです。読者がいなければ作品も存在しない、あまりにもハンデをしたようなセリフです。私たちが望むように動くように社会は変化します。読者という名前にはそれだけの重みがあるんです。より良い世界を作るために私たち読者がしなければならないことはたった一つ、良い作品を楽しむことです。それなら良い作品とは何でしょうか。面白かったら全部良い作品でしょうか。いいえ、私たちは単に快楽だけを追って作品を消費せず、作品を読む前に作品に問題になる内容はないかなど社会に及ぼす影響を考え、真の意味の良い作品を楽しまなければなりません。はじめは小さな動きかもしれませんが、いつか作品市場は思いもよらなかった姿に変化するでしょう。私たちが作っていく世界の姿がどうなのか気になりませんか。私は私たちが作っていく世界を想像すると時々でたまりません。皆さんもぜひこの後は本当に良い作品を読んでみてはいかがでしょうか。以上で発表を終わらせたいと思います。ご清聴ありがとうございました。네, 감사합니다. 오늘 발표를 들으면서 학생이잖아요. 우리보다 나이도 어리고 학생인데도 불구하고 정말 생각의 깊이를 가늠을 할 수가 없어요. 정말 우리들의 미래가 그래서 밝은 것 같습니다. 감동받고 있습니다, 지금. 네. 22번째 네, 발표자 소개하겠습니다. 자, 대전 지정고등학교 1학년강민지학생입니다. 네, 발표제목은요리행가노입보이며우리말제목은지구환경을위한변화의한걸음입니다. 발표부탁드립니다. 안녕하세요. 요리행가노입보를발표하는강민지と申します。皆さん、今年の夏を覚えていますか？今年の夏はとても暑かったですね。異例の猛暑で眠れない夜が続くなど、気象庁の発表によると1973年以来最も暑い夏だったそうです。これは韓国だけの話ではなく世界的な話で、猛暑や干ばつによる多くの人が人的、物的な被害を受けました。このように私たちはすでに地球温暖化による異常気候によって地球温暖化による異常気候によって人々の幸せだけでなく命さえも脅かされているのです。地球温暖化による被害を減らすには私たち一人一人の努力が必要です。地球温暖化の原因を模索し問題を解決するには大きな変化が必要なのかもしれません。
でもその変化を呼び起こすのは一人一人の一歩からで十分ではないでしょうか。私はマイボトルを使うことでその一歩を踏み出しました。毎年カフェで使われている使い捨てのコップの数は2億3000万個に達するそうです。この膨大な量のコップは約 30% しか取り戻すことができないという記事を読んで、私は罪悪感を感じました。罪悪感を感じました。最近政府の政策によって売り場の中ではマグカップを使い、使い捨てのコップ、テイクアウトの場合は使い捨てのコップを使うことになり、捨てられるコップの数は減ってはいます。でもフランチャイズのカフェをよく利用する私は、回収されないコップの中で私が使ったのも少なくないと思って気が重くなりました。それ以来、私はカフェに行くときは必ずマイボトルを持っていくようにしています。マイボトルを使うとゴミが減らされます。それにタンブラーは保温性が高く、一定の温度を保ちながら飲み物を味わうことができます。私はこういうことを友達にも知らせ、かわいいタンブラーを共有、友情の印として、揃いのマイボトルを使っています。環境にも優しく、友達との友情も深めることができる、一石二鳥なマイボトル、皆さんも使ってみませんか？もう一つの一歩は、乗らずに歩くことです。世界中のグリーンハウスガスの排出量は毎年 3% ほどずつ増えており、それも1900年代より2倍ほどの速さで増加しているそうです。それは火力発電と自動車が出す排気ガスの量が増えたからです。自動車の使用を減らすと、グリーンハウスガスの排出量も減らすことができます。それで私は塾など近いところには歩いていくようにしています。歩くのはダイエットにもなり健康にもいいからです。ゆっくり歩き回りながら自然や街の風景を楽しみ、心に余裕を持たせることもできます。皆さんも近いところには歩いていく習慣を身につけてみませんか？地球のために何か偉大なことをしたいのですが、私はまだそれほどの能力は持っていません。でも、マイボトルを使い、乗らずに歩くことをし、地球にも自然にも優しい良い変化の一歩を進みました。自然にも環境にも優しい良い変化への一歩を進みました。一人の小さい行動の変化や実践する勇気は未来のための光です。皆さんも未来のための光になって、地球に優しい良い変化への一歩を歩んではみませんか？ご清聴ありがとうございます。네마지막까지박수로감사드립니다네중간에생각안나던부분을여러번반복하면서마지막까지끝까지다해주셨어요네격려의박수다시한번부탁드리겠습니다제가또발표를드리면서결
열심히했습니다제가다니는근무하고있는학교가제눈앞에보이거든요차타고다녀요네그래서이제걸어다니려고결심을해봤습니다네반성하게되네요오늘많이네23번째발표자입니다서울성암국제무역고등학교1학년송윤서학생입니다발표제목은와타시가오도로이타니혼노도쿄쇼이며우리말로는내가놀랐던일본의특징입니다네큰박수로발표네발표해주세요よろしくお願いします。私が今日発表するのは、私が驚いた日本の特徴についてです。個人的に順位を決めました。10位から1位まであります。10位から説明しますね。10位は、トイレットペーパーは必ず便器に捨てることです。これは私の日本人の友達が教えてくれました。これ知らなかったら多分日本のトイレでどうすればいいのかわからなかったでしょう。アイちゃんありがとう。あ、ちなみにアイちゃんは私の日本人の友達です。9位は伝統を大切に思う日本人の心です。特に京都に行った時に感じたことです。韓国は再開発のために昔の建物を壊すんですけど、日本は昔の建物をちゃんと保存していて、日本人は伝統を大切に思うんだなと感じました。8位は運転席が右にあることです。私が見た日本のアニメでは全ての運転席が右にあります。私はそれを絵を描く人の失敗だなと思いました。でも違いました。本当に右にありました。7位は日本の食べ物です。韓国にも美味しい食べ物はたくさんありますが、日本にも美味しい食べ物がたくさんありました。プリンも美味しかったし、カップラーメンも美味しかったです。特に寿司は本当に美味しかったです。皆さん、日本に行ったらぜひ寿司を食べてください。6位は日本のコンビニです。日本のコンビニは世界的に有名です。私はその理由が気になりました。だから私は日本にいたら日本のコンビニに行ってみたかったです。日本のコンビニって私はびっくりしました。食べ物の種類も多かったし、韓国ではない雑誌とかワイシャツがありました。5位はタクシーのドアが自動であることです。これも私の日本人の友達であるアイちゃんが教えてくれました。私はまだ確認はしてないです。皆さん、日本に行ったらぜひ確認してください。4位は日本のアニメです。日本のアニメは他の国と違ってクオリティが高くて面白いです。絵のクオリティはもちろん、設定とかストーリーのクオリティも素晴らしいです。日本のアニメを一回見た人はみんな日本のアニメのファンになるに違いありません。3位は順番をよく守ることです。これは私が日本に最初に行った時に感じたことです。他の国は人が混んでいると順番を守ることが難しくて店員さんの手伝いが必要な時もあります。でも日本は違います。日本人はちゃんと順番を守っていました。2位は人に気を配る人が多いことです。例えば日本人はマナーをよく守ります。エスカレーターで歩かず、電車の中では騒ぎません。そしてちょっとだけでもぶつかったときはすいませんと言うし、トイレから出るときもすいませんと言います。1位は言い方の種類が多いことです。韓国には「み」を意味する言葉が「な」しかないですけど、日本は「私」「僕」「俺」「私」「わし」などがあります。だから日本人は自分の個性をもっと優しく表すことができると思います。以上です。私の発表を聞いてくださりありがとうございました。네감사합니다
일본의 특징은 10가지를 지금 발표해 주셨는데 모두 알아들으셨으면 너무 좋았을 텐데 그 중에 한 가지를 말씀드리면 제가 홈스테이를 갔을 때 운전석이 오른쪽에 있는데 저도 모르게 자연스럽게 오른쪽으로 간 거예요. 그래서 마중 나오신 우리 주인 아저씨께서 깜짝 놀라셔가지고 제가 운전하는 줄 알고 네 조심하셔야 됩니다. 네. 네, 24번째 발표자입니다. 네, 준비되셨죠? 네, 경기 한국관광고등학교 2학년 신유찬 학생입니다. 네, 발표 제목은 와타시가 데왔다 에노나카 노 니혼이며 우리말로는 내가 만난 그림 속 일본입니다. 네, 발표 부탁드립니다. 안녕하십니까. 감사합니다. 神羅万象をすべて描く。今日は日本に一度もいたことのない私が日本に行ってみたいと思うようになったきっかけともいえる一枚の絵について話したいと思います。私は中学校2年生の時ある大学で開催された日本語キャンプに参加しました。当時は日本にあまり関心がなかったこともあり日本文化について学ぶ時間はとても興味深かったです。特に日本文化の時間に出会った浮世絵の新鮮な魅力に強く心が引きつけられました。浮世絵は江戸時代に流行した風俗画で浮世はさすらいの世界という意味を持っています。浮世絵は当時庶民の自然な姿や日常生活上にある静物と地物を表現する絵だったそうです。今のように携帯電話やテレビインターネットがなかったこの時代、情報を伝達したり共有するのには限界がありました。そのため、人々は浮世絵の版画技術を活用し、安価かつ一目で見やすい情報を手に入れることができたと予想されます。浮世絵の魅力、それは15世紀に流行した絵画であるにもかかわらず、美人画、俳優画、風景画などさまざまな種類があるというところ、そして人の毛一本一本や雲と山など風景に立体感を感じられるよう細かく彫刻してあるところだと思います。関連資料を調べていく中で私は浮世絵の大家葛飾北斎に出会いました。さあこの絶景をご覧あれ。私の人生の傑作、神奈川大きい波浦を。皆さんの目には何が見えるかな？波が見えるかもしれないし、富士山が見えるかもしれない。でも、わしなら下に見える人たちに眼視を持つぞ。彼らは新年、取り立ての魚を売るために必死になって大波に立ち向かっているんじゃ。どうだい？波が船を襲う場面は、大波に立ち向かうとする勇気や粘りが感じられるだろう。はい、この葛飾北斎は幼い頃から絵が好きで周りを観察し表現しては優秀な才能を披露してきました。このような彼の才能を見抜いた当時最高の浮世絵作家葛飾春書は彼を自分の弟子に迎えました。そんな葛飾北斎の絵を輝かせたのは神羅万象をすべて描くという雄大な夢でした。中でも70歳を超えたから完成したと言われているさっき見せた福36景のうち神奈川沖並み浦は絶好所の御幣を満たそうです。葛飾北斎の死後明治時代には閉ざされていた水路が開かれ自由貿易により日本の文物が世界中に輸出されるようになりました。もちろんその中には浮世絵を含む芸術品も多く含まれていました。当時浮世絵の画風に接したことのない洋画家たちは大きな衝撃を受け自分の作品に浮世絵の技法を用いてみたりさらには浮世絵を描いてみたりもしました。ゴッホやモネなど印象主義派画家や印象主義という概念に大きな影響を与えたこともかなり興味深い事実でしょう。このようにさまざまな浮世絵の中で特に風景画は日本のあちこちに関心を持つきっかけとなりました。
そして描かれた場所を調べて観察するという楽しい趣味もできました。日本に一度いたことのない私にはある夢があります。それは浮世絵の背景になったところを訪れることです。私だけではなく、皆さんが今日の話を通じて出会うであろう浮世絵が日本の魅力を知るきっかけになればと思います。またいつか日本に行く機会があれば、浮世絵の中の葛飾北斎の足跡を辿ってみるのはいかがでしょうか。ご清聴ありがとうございました。네, 감사합니다. 저는 발표하면서 옆에 이렇게 파도가 이렇게 일어나는 줄 알았어요. 애니메이션 성지순례 하는 친구는 봤는데 우키우의 성지순례는 지금 처음 들어보네요. 멋있습니다. 네. 네, 드디어 이제 얼마 안 남았습니다. 네, 많이 진짜 많이 기다리셨을 거예요. 3부 발표하는 우리 친구들은 네, 25번째 발표자입니다. 네, 광주 동신여자고등학교 1학년 안윤빈 학생입니다. 네. 발표 제목은 私가 일본어의 매력을 감지다 것도이며 우리 말로는 내가 일본어의 매력을 느낀 점입니다. 발표 부탁드립니다. 皆さん, こんにちは. 私は 광주 동신여자고등학교 가요테이르 안윤빈と申します. よろしくお願いします. 皆さんはなぜ日本語を勉強しますか？日本の文化が好きだから？日本旅行に行くために？私はちょっと違います。私は韓国語と似ていながらも違う日本語が魅力的だと思ったから日本語を勉強しました。今からなぜ私が日本語に魅力を感じたのかを話してみようと思います。1番目、私は日本語の可愛さに魅力を感じました。最初に日本語を聞いた時には発音が可愛いと思いました。多分韓国の方ならみんなそう感じたと思いますが、特に可愛いとかもしもしって言葉が可愛く感じました。韓国語のように硬い発音ではなく、もっと柔らかくて口をあんまり開かないという点が日本語が可愛く感じる理由だと思います。また私は日本の文字、ひらがなとカタカナも可愛いと思います。韓国語は四角というイメージが強いとしたら、日本語はもっと丸いイメージがあって、特にひらがなを書くときはどうしたらもっと可愛く見えるように書けるんだろうと思いながら書きます。カタカナはひらがなとは違う魅力があります。直線をたくさん使うので文字が単純で書きやすいです。また C と2は笑顔のようでいつも可愛いと思います。2番目、韓国語と似ていて学ぶときが面白いからです。中国、韓国、日本は同じ漢字を使うのでお互い文化も似ているし使う言葉も似ています。特に韓国語と日本語は発音もすごく似ています。例えば約束は約束、料理は料理。ここで質問です。微妙な三角関係は日本語で何だと思いますか？はい、正解です。微妙な三角関係です。このように韓国語と似ている単語を発見するのが日本語の勉強の一つの楽しみです。また韓国の名前を日本語で書いて読めることが不思議でした。これは同じ漢字を使うからできることなんですけど、代表的にテフィっていう名前を日本語で書いて読むと大輝になることです。この名前は韓国でも日本でも使えるのでいいなと思いました。最後の理由は、私が日本語をもっと勉強してから魅力を感じたことなんですけど、日本の方言です。日本にも韓国のように数えきれないほど多くの方言が存在します。最初に日本語を勉強した時には標準語も方言も全て理解できなかったので、その違いを知らなかったんですけど、日本語を聞いて理解できるようになった今、方言を聞くと
どこの方言なのかをある程度分かるようになりました。韓国で方言を使うとちょっと田舎臭いっていうイメージが強いとしたら、日本は番組でも方言が出るし、若い世代も方言を使えることに驚きました。私は標準語より方言を聞くことが好きです。方言の方がもっと親しいし楽に聞けることがその理由だと思います。方言が多いので全部話すことはできないんですけど、特に私が好きな方言は大阪弁です。大阪弁が標準語よりもっと明るくてクールなイメージがあるからだと思います。また後ろにトットを使う博多弁も本当に可愛いと思います。違うをちゃうって言ったり、本当をほんまっていうのが方言の例です。今日は私が日本語に魅力を感じたことについて話しましたけれども、どうでしたか？皆さんも日本語の魅力をもっと探すなら、きっと勉強したい気持ちになるでしょう。みんなで楽しい日本語勉強してみませんか？聞いてくださってありがとうございました。アンニョンビでした。네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 1학년 학생인데 너무 잘했죠. 네, 윤비 학생이 제 교실에 30명 있었으면 좋겠어요. 제가 그렇게 강대에 있는 관계라고 음이 정말 비슷하다고 그렇게 말하는데도 아이들은 인정해주지 않습니다. 네. 네, 드디어 26번째 발표자입니다. 네, 26번째 발표자입니다. 전북 정읍여자고등학교 2학년 이은구로 학생입니다. 네, 발표 제목은 와타시도 다자이오사무이며 우리말로는 나와 다자이오사무입니다. 발표 부탁드립니다. 미나상 건니치와 미나상과 다자이오사무를 고존지ですか? 다자이오사무와 인간시각, 샤요나도 탁상의 립바나 작품을 놓고시다 니온 쇼와지다이의 작가です. 今日私は そんな 다자이오사무와 つながった 自分のことを 미나상に 話したいと思います. 中学生だった私はまだしたいことも好きなこともなく、ただ友達と遊ぶことが一番楽しかったです。それによって中学の性格も入学当時に比べて30点以上も下がってしまいました。中学の生活はこんな風に終わってしまうんだと思っていた自分に、友達と遊ぶこと以外にも好きなことがもう一つありました。それは読書でした。子供の頃から母は毎日寝る前に私と弟に本を読んでくれましたし、私も読書をすることが楽しかったです。成長するにつれて本はあまり読まなくなりましたが、久々に本が読みたいという私に母は大喜び、本を買ってくれました。その本は太宰治の人間失格でした。人間失格は太宰治本人の人生に一番似ていると評価される作品です。私は人間失格を読んで、私と太宰治の共通点を探すことができました。人間失格には、他人の幸せのために自分のことを犠牲にする主人公のオーバー養生が登場します。その当時、私も友達と遊ぶのが楽しいながらも、私の幸せより友達の幸せを優先しました。一方では苦しんでいました。私は主人公の気持ちに共感しつつ、こんな作品を残した作家の一生を探して読み始め、太宰治という作家が好きになりました。太宰治について探してみると、38歳の若い年で自ら人生を終えたそうです。私は太宰治がかわいそうだと思いながらも、一方では死ぬ直前まで人の気色を伺った彼のことが情けないと思いました。しかし、本人の不幸だった人生を作品に表現できることはとても尊敬する部分であり、羨ましかったです。私はそんな太宰治を考えて、彼と同じような状況に置かれている作家たちを含めて、たくさんの作家たちを励ましたいです。なので、彼らの作品を広めるために、出版翻訳家、いわゆる役者になろうと決めました。役者の名前は、作家の周りに書かれることが多いので、彼らと近いところに立つことができると思ったからです。
もう二度と作品を出せないダジャヨ様の周りに書かれることはないかもしれませんが、彼と同じような作家たちの作品を翻訳してダジャヨ様に少しでも近づきたいです。こんな決心をした以来、私は日本語の勉強を始め、日本語能力試験2級合格、懲戒満点という成績を収めることができました。そして彼らともっと近いところで彼らを知っていくために日本へ留学することにしました。幸い両親は喜んで許してくれて、私は私の夢にもう一本踏み出すことができました。最後に母は私にいつも心得についてよく話してくれました。人生を生きていくのに、他人に向き合う心得、勉強に向き合う心得、夢に向き合う心得など、積極的で真剣な正しい心得こそが全ての始まりだという意味です。実際に友達の関係にあって先に話をかけるなど準備できた態度を見せたとき、いい友達の関係を結ぶことができました。私は母のお話と私の経験を覚えて、私の夢のために真剣で正しく臨んでいきたいです。私に夢を持たせてくれたダジャヨ様と、私の夢を積極的に支援応援してくれる両親、そして私を心から応援してくれる友達を思いながら、私は私の夢を叶えるためにずっと進んで、たくさんの日本文学を翻訳して広めたいです。以上です。ね、감사합니다。네그러면우리심사강평을듣도록하겠습니다네네심사강평은일본국제교류기금서울문화센터일본어교육어드바이저이신고가히로코님께서심사위원을대표하여수고해주시겠습니다
まあ、知っていることの情報だけではなくて、皆さんがそれについて自分はどう思うのかとか、そのことを使って皆さんは何を伝えたいのかというところがスピーチの中心になっていると、とても聞いている私たちは、そうかという心に響くと思います。でももう一つ私が今日思ったのは、スピーチを聞いていて、もちろん日本語の力、それから何を伝えたいかということも大切ですけど、私も今ここに立って話をしていて、ここにカメラが、すぐ目の前にカメラがあって、そしてたくさんの人がこうやって聞いている中で、私は日本人で日本語で話すだけでもちょっとやっぱりドキドキします。それを外国語で皆さんに向かって、そしてカメラの向こうの皆さんに向かって話すというのは、本当に強い気持ちが必要だと思います。で、今日練習した成果がうまくできたという人もいると思いますし、ちょっとうまくいかなかったという人もいるかもしれません。でも今日の大会は今日で終わりですけど、皆さんの毎日は、まあ、私たちですねみんなの毎日はこれからもまだ続きますし、皆さんと日本語の毎日もこれからまだ続いていくので、今日のことをきっかけに、ぜひこれからにつなげてもっともっと頑張ってもらいたいと思いますし、またどこかで皆さんとお会いできたら嬉しいです。네, 감사합니다. 네, 그럼 제가 간단하게 말씀하신다고 하셨는데 굉장히 길게 말씀해 주셨네요. 제가 놓치는 부분이 있습니다. 네, 네, 더 천천히 한번 해보겠습니다. 네, 우리 친구들은 일본 시를 출중하기 때문에 다 알아들으셨겠지만, 일단은 수고하셨고요. 멋진 스피치였다고 말씀을 해주셨습니다. 그리고 그동안 공부했던 거, 자신이 익혔던 거, 그것을, 그러니까 주제를 들어보니 자기 것으로 만들어서 스피치 했던 것이 인상적이고 멋지다고 말씀을 해주셨고요. 심사위원석에 앉아있지만 일부러 관객과 똑같은 자세에서 보지 않고, 원고 보지 않고 집중을 해서, 아, 무엇이 중요한가 스피치에서 무엇을 생각을 하셨다고 하면서, 일본어 능력도 중요하고 많은 것도 중요하지만, 저 잘 하고 있나요? 네. 무엇보다 스피치에서는 전달하고 싶은 게 무엇인지가 중요하다고 말씀하셨습니다. 그리고 이제 조사한 것이라든가 뭐 전달하는, 조사하는 거라든가 뭐 정보뿐만이 아니라 나의 생각을, 네. 그리고 내가 무엇을 전달하고 싶은지 이렇게 생각하는 게 스피치가 아닐까라고 말씀을 해 주셨고요. 그리고 스피치에서 이제 일본어 능력도 중요하지만, 선생님께서 여기 앞에 서 보시니까 이 카메라가 눈앞에 있어서 굉장히 본인도 일본인이 일본어로 말하는데도 굉장히 두근두근 하신다고 하셔서, 이 긴장감도 스피치 대회를 하는 거, 말하는 것에 대해서도 네, 중요한 것 같다고 말씀해 주셨고요. 그리고 연습한 우리 발표하신 26분의 발표자분들이 연습하신 성과, 이것을 모두 잘 발휘하신 분들도 계시고, 안타깝게도 오늘 잘 안 되신 분도 계시지만, 대회를 오늘을 끝으로, 대회는 끝났지만 매일매일 또 이제 앞으로 한 발 한 발 더 성장해 가시잖아요. 그래서 오늘을 계기로 더욱 발전했으면 하는 마음을 전달해 주셨습니다. 네, 강평해 주신 네, 고가 히로코 선생님께 다시 한번 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 엄청 긴장되는데요? 네. 오래 기다리셨습니다. 자, 많이 기다리셨죠? 네, 시상식을, 네, 시상 결과 및 발표 상장 수여식을 진행하도록 하겠습니다. 우선 올해는 대상 1명, 은상 2명, 금상 2명, 은상 3명에게 제네시스 일본 정부 초점 방위 프로그램이 부활되어 네, 부상으로 수여됩니다. 네, 대상, 금상, 은상에게는 제네시스 2022 일본 정부 초점 방위 프로그램이 부상으로 수여되고요. 동상, 갑,
한 명에게는 ANA 에어버스 A380 모델 플레인과 잘 B787 모델 플레인 고급 여행 파우치 세트 다쿠미곤 30만원 식사권 주 아이리스 코리아 무선 핸디스틱 청소기가 부상으로 네, 제공 수여가 됩니다. 장려상에게는 시사 일본어 학원 10만원 무료 수강권 ANA 잘 부츠가 네, 부상으로 수여가 되도록 하겠습니다. 자 그럼 많이 궁금하셨죠? 시상 결과를 발표하도록 하겠습니다. 발표 순서는 동상, 은상, 금상, 대상 순서이며 예, 나머지 학생들은 모두 장려상 수상자임을 알려드립니다. 자, 먼저 동상 시상입니다. 시상에는 도이미오 선생님께서 수고해 주시겠습니다. 우선 동상 수상자는 4명입니다. 네. 동두천 외국어 고등학교 김예영, 서울 국제무역 고등학교 송윤석, 신주 예성여자고등학교 이은재, 수원 외국어고등학교 지서영 학생입니다. 이상 소개된 학생들은 앞으로 나와주시기 바랍니다. 자 그럼 본상 시상을 하도록 하겠습니다. 먼저 동두천 외국어고등학교 김예영 학생입니다. 위 학생은 주 한국 대한민국 일본국 대사관 공보문화원과 한국일본어교육연구회가 공동으로 주최하는 제11회 전국고등학생 일본어 스피치 대회에서 위와 같이 우수한 성적을 거두었기에 이를 표창합니다. 2022년 11월 12일 주 대한민국 일본국 대사관 공보문화원장 추조 카즈오 한국일본어교육연구회 회장 박영숙입니다. 네, 다음은 성암국제무역고등학교 송윤서 학생입니다. 이하 내용은 같습니다. 잘 모델 플레인 여행 파우치 부상입니다. 충주 예성여자고등학교 이은재 학생입니다. 부상은 다쿠미곤 30만원 식사권입니다. 이하 내용은 같습니다. 네. 외국어고등학교 지서영 학생입니다. 네, 부상으로는 주 아이리스 코리아 무선 핸디스틱 청소기입니다. 이하 내용을 받습니다. 자, 다음으로 이어서 네, 은상 수상하도록 하겠습니다. 은상은 3명입니다. 네. 은상 시상은 이동창 고문님께서 수고해 주시겠습니다. 자, 은상 수상자는 네. 자, 은상 수상자 호명하겠습니다. 전북 외국어 고등학교 이창. 아, 네, 아버님. 네, 축하드려요, 아버님. 네. 자, 두 번째 학생 환영하겠습니다. 광주 동신여자고등학교 안윤비 학생입니다. 네. 자, 세 번째 학생 환영하겠습니다. 영화국제관광고등학교 김희영 학생입니다.
네, 축하드립니다. 앞으로 정상으로 올라와 주시기 바랍니다. 네, 은상 수상자에게는 부상으로 제네시스 2022 당일 프로그램 6박 7일 권이 수여됩니다. 네, 우선 전북 외국어고등학교 이찬 학생 앞으로 나와주시기 바랍니다. 네. 네, 은상 위 학생은 주 대한민국 일본국 대사관 공보문화원과 한국일본어교육연구회가 공동으로 주최하는 제11회 전국고등학생 일본어 스피치 대회에서 위와 같이 우수한 성적을 거두었기에 이를 표창합니다. 2022년 11월 12일 주 대한민국 일본국 대사관 공보문화원장 추조 카즈오 한국일본어교육연구회 회장 박영수 네, 축하드립니다. 네, 부산으로 제네시스 2022 방일 프로그램 6박 7일 프로그램 네, 수여합니다. 네. 네, 축하드립니다. 자, 다음으로 광주 동신여자고등학교 안윤비 네, 이하 내용은 같습니다. 역시 마찬가지로 부산으로 제네시스 2022 방일 프로그램 2박 7일권 수여됩니다. 네, 축하드립니다. 네, 다음으로 연화국제관광고등학교 김희연 학생 이하 내용은 같습니다. 네, 부산으로 제네시스 2022 방해 프로그램 수여됩니다. 네, 축하합니다. 다음으로 금상입니다. 네, 금상은 두 명의 수상자가 있습니다. 네, 두근두근 하시죠? 제가 왜 떨리죠? 자, 금상 한국관광고등학교 신유찬 학생 네, 진강고등학교 김진강 학생입니다. 네, 금상 수상에는 한국인문학연구회 박영숙 회장님께서 수고해 주시겠습니다. 네네, 지금 감격하고 있죠. 저는 제가 왜 흥분했죠? 시상자를 소개를 안 한 거예요, 우리 회장님을. 네. 네, 그러면, 네. 금상, 네, 첫 번째 수상자입니다. 한국관광고등학교 신유찬 부상으로 제너시스 2022 방일 프로그램이 네, 수여됩니다. 네, 위 학생은 주 대한민국 대사관 공보문화원과 한국일본어교육연구회가 공동으로 주최하는 제11회 전국고등학생 일본어 스피치 대회에서 위와 같이 우수한 성적을 거두었기에 이를 표창합니다. 2022년 11월 12일 주 대한민국 일본국 대사관 공보문화원장 추조 카즈오 한국일본어교육연구회 회장 박영수 네. 네, 부산 제네시스 프로그램 수여하겠습니다. 네, 앞으로, 네네, 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 네, 다음으로 진강고등학교 김규호 학생. 네, 이하 내용은 같습니다. 마찬가지로 제네시스 방일 프로그램 부산으로 수여됩니다. 네, 축하드립니다. 자, 함께 인사하고 들어가도록 하겠습니다. 네, 대상입니다. 대상 수상에는 네, 주 대한민국 일본국 대사관 공보문화원장 추조 카즈오 원장님께서 수고해 주시겠습니다. 네. 대상입니다. 자, 여기에 대상 수상자는
경기도에서오셨습니다자안녕외국어고등학교조현서학생입니다네축하드립니다네자위학생은주대한민국일본국대사관공보문화원과한국일본어교육연구회가공동으로주최하는제11회전국고등학생일본어스피치대회에서위와같이우수한성적을거두었기에이를표창합니다2022년11월12일주대한민국일본국대사관공보문화원장추조카즈오한국일본어교육연구회회장곽영수부산노래역시제네시스2022광일프로그램이수여됩니다네축하합니다자마지막으로장려상입니다네장려상은한명한명호명하겠습니다호명하면앞으로학교에나오셔서상을수여하도록하겠습니다장려상시상에는김종욱님께서네수고해주시겠습니다장려상시상을하도록하겠습니다순천고등학교이승준장려상위학생은주대한민국일본국대사관공보문화원과한국일본어교육연구회가공동으로주최하는제11회전국고등학생일본어스피치대회에서위와같이우수한성적을거두었기에이를표창합니다2022년11월12일주대한민국일본국대사관공보문화원장추조카즈오한국일본어교육연구회회장곽영숙네큰박수부탁드립니다네부산으로는시사일본어학원10만원수강권이수여됩니다네대기실에서별도로시상하도록하겠습니다네강원외국어고등학교김예지네이하내용은같습니다네큰박수부탁드립니다성주중앙여자고등학교김서윤이하내용은같습니다여수여자고등학교김소연이하내용은같습니다영화국제관광고등학교허가은 네, 이하내용은같습니다성암국제무역고등학교정한이이하내용은같습니다포천고등학교배다송이하내용은같습니다성지여자고등학교이서라 네, 이하내용은같습니다강원외국어고등학교고우정 네, 이하내용은같습니다영남고등학교하재원이하내용은같습니다동화마이스터고등학교임국보 네, 이하내용은같습니다동구마케팅고등학교곽주은 네, 이하내용은같습니다광주동신여자고등학교조은민이하내용은같습니다흑성고등학교정다인이하내용은같습니다대전지석고등학교강민지이하내용은같습니다정읍여자고등학교이은구루이하내용은같습니다네이상저희대회는모두마쳤습니다
너무 바쁘신 중에도 우리 학생들의 꿈을 위한 도전 그리고 최선을 다하는 모습 본인이 가지고 있는 기량 이렇게 모두 뽐낸 우리 친구들 학생 여러분 너무 감사드리고요. 여러분의 열정에 높은 존경을 표합니다. 고등학교 학생들의 일정이 어떻게 돌아가는지 아는 바이므로 더욱더 존경하는 마음이 깊습니다. 11월 학기를 마무리해야 하는 바쁜 업무 속에 아마도 하루에 두 가지의 수행평가는 기본일 텐데 이 일정을 모두 다 하면서 스피치에 또 이렇게 열심히 해주신 여러분들 너무 수고하셨고요. 또 바쁜 일상 중에도 일정 중에도 지도해 주신 선생님들께 너무 감사의 말씀 드립니다. 본 대회에 참석하여 자리를 빛내주신 내빈 여러분, 심사위원, 그리고 관계자 여러분께 다시 한번 깊은 감사를 드립니다. 본 대회를 위해 부상과 선물을 제공해 주신 ANA 잘 주식회사 아이리스 코리아 시사 일본어 학원에도 깊은 감사를 드립니다. 네. 이상으로 모든 순서는 마치도록 하고요.